どうもこんばんは、おぎやはぎの矢作です。 ABCDE 大喜寺、どうもおぎやはぎ大喜です。どうもちょっとなんか、はい、ちょっとなんかもうちょっとあったんじゃないか、うん、もうちょっとあったかな。いやなんか今の俺からしてみると、はい、またまあ1ヶ月か2ヶ月前ぐらいに大喜寺に注意した、はい、ちょっと流した感があったね。流してないですよ今の。なんかちょっと見してすごい OBC、なんかABCDE おぎじどんおぎですみたいな、はい、あのちょっと流した感があったんだよね。なんで流した感って ABCDE おぎじ、なんか流した感じ。もちろん本気でちょっともう一回やって。いや行くよ本気で。ABCDE おぎじどうもおぎやぎおぎです。流しダメだね。それ選んだことがまず間違いだったんだよね。ああそっか、結構来てたんですけどね、100枚ぐらい。あそう、まだやるそれ。ポンチョ佐藤さんからですね。まだやってく。どうしよっかな、結構ね、難しくなってきてますよねそれはね。そうね、なんか一時そのオープニングでお前これやって、はい、それに対してちょっとこのあれは違うとかさ、うん、その評価をするのめんどくさいんだよね。必ずこれがあることがね。ああなるほど、まあじゃあちょっと決めてほしいんだけど、どうしよっか本当。まあそれじゃあ、おいおいちょっとね、やってくださいよ、で今日は、はい、まあどうしようかな。僕の方はね、なんかあります。いや今日はね、ちょっと朝からまあちょっとゴルフに行って、はい、えゴルフ行ってたの今日。ゴルフに行ってちょっと帰ってきて、もうすぐ寝ちゃってさ、はいはい、ほんでもうなんか7時半ぐらいまで寝てたんだよな、俺なんか寝ずに行ったから、はい、ほんと特に何も、まあ、テレビとか見てたけど、テレビが面白かったって。おー何のテレビ何テレビが面白かったって。まあちょっと今日テレビ見て思ったのが、時々CM とかに出てくる後藤久美子がまあ可愛いっていう、あれは変わらないね。あの俺だからちょっと今日思ったの見てて、後藤久美子ってやっぱ結局一番美人なんじゃないかと思ったね。あれはだってもう毎回言われてますよ。何なのあの美人、あれ黄金比でしょ、美人の黄金比が確実に。いやあれすごい、あれすごい、知ってる最近の CM 知ってるよ、あのシャンプーの、もうすごくない、超可愛いって、美人ね、美人、もう完璧な顔なのねあれね。俺すげえタイプなんだけど。わかるわかる。なんだろうあの奥みのすごさって。あれなんだろうね。だれ子供3人がいるよな。そんないたっけ。いや結構産んでんだよ。だってあれ結婚はしてないよね。でもねアレジだもん。アレジだよね。えしてないの。確か籍は入れてないよあれ。あそっか、そういうそうかもしんない。籍入れないけど子供産んで、なんかそういうなんかあんのよ。そうか、多分アレジがそういうの嫌なんだよね。あ席入れたくないですだから。なんかセレブの美人って感じだもんね。ちょっとこう黒くなってきてね、このね。そう、俺が前から推奨してる意見でしょ、はい、30超えてからね、そういうちょっと、20代前半の色黒はバカっぽく見えるけど、そうそう 30超えた色黒の日焼けしてる、日焼けは金持ちに見えるっていう、セレブの本当もういい女なんだよね。あれね、なんだろうね、30過ぎの日焼けしたのってね、あれやっぱそこ日焼けできないからでしょ、普通の奥さんだと。ああもう外出れねえのか。そう、普通の奥さんとそんな遊んで暇がないんだよ。あだから日焼けしないんだよ。なるほどなるほど。だけどやっぱ30過ぎて日焼けしてる人はどう考えてもやっぱお金がある人なんだよ。まあね、うん、なんか趣味をしてる人しか、しょっちゅうゴルフやったりとか、ね、しょっちゅう海外行ったりとか、はいはい、だからそういう人しか黒くならないんでしょ。まあそっか、まあ五組は何だもん、そんな五組はジグロだったけどね。まあまあ昔からだから黒いよ。でも美人だね。あの人はそうよ、もう髪の毛も昔からサラサラだし、もうあれは結局国民的美少女の一回目だよね確かね。あ一回目なの？確か一回目。一回目じゃないでしょ。あんな国民的美少女がそんな浅いの歴史？いや一回目とかだったと思うよ。本当？一回目とかいう榊原郁恵とかあれへ行くんじゃない？あれホリプロじゃん。あそれホリプロスカーツキャラバンの歴史はあれだけど、あれはだってオスカーがやってるやつだから、あ国民的美少女って、はあはあ、だからそんなに古くないと思うよ。ああそういうもんなんだ、結局だって一番でしょ、今までの国民的美少女もいろいろ美人が、まあいろいろ見てきました、はい、でも、まあ、ダントツですね。そうだよな、ダントツ、あんなに綺麗なの、ね、未だにあれ越してないよねと思っちゃうの逆に芸能人、いろいろ見てて今長澤まさみだなんだってなるでしょ、はいはいはい、
で広瀬もイージーであやったじゃん。あった。で広瀬涼子も俺相当好きだったけど、いやすごいよ、今でも CM とか見てもめちゃくちゃ可愛いよ、あれ。あれは俺らのこの会話何なの。何なの。いやいや、可愛いとか可愛くねえとかさ、広瀬はすごいよ、まあ、でもやっぱ1位だよね、5組は。まあ1位だね。だよね。昔からで大体さ、昔ああいうにこう売れてさ、で最近になって会うとみんなちょっとショックじゃん。ああ、テレビでこう仕事しなって、ああ、で5組まだ一緒になったことないから分かんないけど、あと何のだよね、南野陽子。何のあれは可愛いわ。あ、そう。全く変わってないじゃん、あれも昔から。変わってない。恐ろしく綺麗じゃん。何の変わってない。何の。いいよ、恥ずかしいよ、何のって。何のって言えば今言わないで。言わないの、何のって。何のって言わないで。あ、何の綺麗だわ、あれは。なるほど。ではそんな CM 見つつ、はい、俺が今日注目したのは、うん、やっぱ金スマでしょうね。あ、見てたあれ。俺も釘付けでは、あれ。俺も釘付けだよ、金スマには。あれ、なんであんなことすんのかなと思って。金スマでお前ずっと見てた？ずっと見てたよ、最後見てたよって。一番最後、おい、金スマのお前最後、結局、最後歌うだったの知ってる。知ってる、知ってる。あれ、どう考えてもあれ笑わそうとしてるよな。なんであそこで歌を歌えんだろうと思って。あれ、絶対裏の笑いを狙ってるよね。いや、だから俺、すごいいい人なんじゃないかと思って、だから三原淳子さんって、もうね。最終的に変わってるんでしょ。セクシーナイツ歌ってたぞ。気まぐれーなーって。そう、すごいよね。あんないろんなことあって、最後歌を歌ってさ。なんだ。そう、今日のはもうね、金スマを見つけた人は知ってると思うんですけど、はい、まあ、あの、夫婦ですよね。まあ、そうですね。まあ、三原淳子夫妻、小原さんとの。はい。最初にまあ、離婚しますみたいなところから始まるんだよね。正式離婚していたってやつでしょ。そう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 。ああ、でそっからのじゃあ離婚までの、うん、いきさつを再現 V で見ながらのね。あれ俺もショックだったなぁ。あんなこと言っちゃっていいの、テレビ。いや俺ほんなんでだろうと思って。よくあれを引き受けたっていうか。で今日はそのいわゆるさあれみたいな感じなんだよね。はい、後編、あの前編後編になってて、はいはい、いわゆるあのなんだっけ、なんとかの成長期。父親たちの。の成長期。あのね、とか、アメリカ側から見た戦争と、日本側から見た戦争の、みたいなあったじゃないか。はい。もうあれなんだろ？そうそう、だから来週。今日三原淳子さんで、からの来週が小原さん。小原さんの。からのなんか、目線っていうか。うん。やるんでしょ？でも今日の見てると、ちょっと、小原さん側からのはちょっと厳しいんじゃないのかなと思うんだよね、俺。確かにあれ冷静に判断しようと、まあ浮気だからね。そうそう、浮気が原因なわけでしょ、ま、その、まあ浮気ではないのかもしれないけどね。もう、まあ、向こうの、うん、好きになっちゃったわけだから。うん。相手の人をね。あれ、まあそれ浮気じゃないだからね。まあ浮気から本気に。そうなったってやつなんだけど。はい、だから、まあ言い訳はもうできないんだろうけど。うん。愛のさ、俺、ナホト見てんだけどさ、なんか見てるのも辛いね、あれこう、同じタイプじゃん、タイプっていうか、結婚してさ、うん、あの男がこう浮気していくみたいな姿をさ、うん、こう普通になんか見ていくのがなんかこっちもなんか辛いの見てて。こう俺も疑われんだなっていうね、なんかそういうの。一緒に見てるとさ、自分に置き換えるっていうか、なるほどね。ああ、女ってこういうところでこういう携帯電話を見るんだなとか、あ、なんかああいうのを俺こう一緒に見ててこう黙っちゃってる、こう。あー、あんまああいうとこ携帯とか置かない方がいいんだなとか、あー、なんか怖くなっちゃう、お前の。なるほどね。一緒に見ちゃうと。あー、なんか。あれ辛いよね。辛いよー、もう。で、何の経緯があって最後歌うの？三原淳子さんは。あれ、どっちから言ったんだろうね、あれ。打ち合わせで。まあ、最後歌わせてくださいって。まあ、言うわけねえか。あのタイミングで歌うわけないでしょ。歌うわけないか。いや、だから俺が推測するによ。うん、金スマのその作ってるのは帯さんじゃん。はいはい。ね、うん、まあ、このテレビ、TBS の帯さんっていう人はいるんですけど、はい、うん、まあ、その人は俺らがそのカラクリやってた時の、うん、カラクリやってたっていうか、カラオケ、カラクリで、中西とやってた相談。はい、焼肉相談ってね、うん。はい。それとか作る人だから、はい、だから俺ちょっと、あれ、急にあそこで歌わせたのは、何かしらの俺は。いや、裏で。何かしらの裏の笑いで。裏の笑いで、ちょっと見ちゃうんだけど、うん。なあ、多分本当バカなふりして言ったんだろうね、三原淳子さんにね、最後言って。本当冗談っぽい感じで言ったんだろうね。どっちの意味かわからないんだよね。うん、よくある。三原淳子さんはどういう意味で歌ってんだろうね。その裏を気づいてちゃんと歌ってんのか。
いやだから裏とかじゃないかもしれない、本当に普通に最後に歌って。なんでそこで、ああ最後ちょっと俺は分からないけど、でもそれが今日気になったね。あれね、あ見てたんだ。見てたよ、ああいうのやっぱ見ちゃうよ、ね、なんでこういうこと言っちゃうんだろうとか思いながら見てた。あテレビで言ってほしくないなとか、まあね、辛いな、ああいうの。そうだよね、まあ来週も絶対見ようと思ってますけどね。わかるよ、小原さんがあのね、うん、わかるわかる。いい、まあ、で、まあ、三原さんはすごいいい女性だなって思ったな、うん、俺あれで。かっこよかったね。かっこいいっていうのも、ちょっと理想だな、ああいうの。いいよね。いい女性だったね。かっこよかった。うん、俺も理想だな、あれ。あれはいいわ。うん。まあまあ、その今日のテレビはいいとしてよ。はい。まあ先週ですか。先週、うん。はいはい。先週のラジオ終わりから僕はちょっとはい、休みがありましたね。ああ、はいはい。あんた、言ってたね。ええー。ラジオで言ってなかったけど、だから、台湾に行くって言ったね。そうなんですよ。あの後台湾に行くっつって。2泊3日でね。そうです。もう台湾のチケットも取って、ホテルも抑え。でもラジオ終わって、3時に終わって。俺、風邪ひいてたから心配したのよ。いいのかなと。そうなんですよ。あんな風邪ひいて。そうですよね。そうそう。それでね、はい。実際は9時何分、うん、午前中の9時何分の便を取ってたんですね。はい、台湾行きの便を、うん、朝から。そうだね、これ終わってから行ったわけでしょ。だから寝ないでほぼ行ったわけだもん。ほぼ寝ないで成田に、はいはい、行きました、うん、それで成田に行きましたらね、はい、あれなんですよ、台湾のあたりが台風で、うん、すごいと、台風15号で、うん、はい、だからちょっと飛べないと、まだ台風なんて来てんの、そんな台湾に。もう台湾に、あの日覚えてない、ちょっと台風が来たっていう。ちょっと沖縄のあたりにこう来ててさ、うん、台湾やばいんじゃないみたいなこと言ってて。なんか言ってた気はするな。で、ここのスタッフは全員、こうあの天気図を見て、台湾大丈夫でしょって言ったの。このスタッフは全員ね。言ってた気はするわ。そう。だから俺そのまま、うん、そっくりそのまま彼女に伝えたわけ。天気図見たけど全員大丈夫だって言ってた。はいはい。知って空港着いたら台湾がすごい台風で、うん、降りれないから出発もしないと。うん、ちょっと待ってくださいと。うん、30分ぐらい待ったわけ。はい。30分待った結果、うん、結構ですよ。おー と。結構、はいはいはい、結構。この便結構と。いや、ちょっと待てよと。うん、ただ僕が台湾便調べたところ、お昼もあったと。ああ、はいはい。3時間おきぐらい出てるのかな。まあ近いしね。まあ人気あるから結構あるんだろうね。そうですよ。はい、じゃあ次の便で行けっかな、なんつってたら、うん、10分後、うん。今日全部結構と。おー。うん。全部出ませんっていうのよ。早い段階、その聞いとんのも。超早い段階で今日一日も結構っていうの。うん、どうすんの、そういう場合って。何？歯と。歯だよ。うん、思って、はい、まあ俺はその、ラウンジみたいなところにいてさ、うん、んで、どうなってるんですかって聞きに行ったわけ。うん、したら今からちょっと結構になったので、うん、係の者が、うん、説明に上がりますので、うん、少々お待ちくださいっていうわけ。じゃあ待とうと。うん、で、まあ、30分ぐらい経ってから来ないわけよ。うん、30分経ってんのに。はい。なあ、もうちょっとイライラするわけよ、こっちは。まあ、ね、もう、はっきりしてほしいしね、うん。で、まあみんなこう、イライラしてる人もいて、はい、やっぱり、どうなってんだってこう、それも言い出す人もいるわけ。うん、はいはい、もうちょっとほんと建築業界のっぽい人がさ、建築業界、建築業界っぽい人が、うん、言っても、まあそうね、いわゆる、親方みたいな人よ。ああ、はあ、はあ。この、ラウンジのさ、はい、人を呼びつけてさ、うん、何分待たせんだ、おら、みたいな感じになって。そんな口調が悪いんだ。いや、もうすごいよ。はいはいはい、あの人たち分からないじゃん。うん、分からない。ラウンジの人だから。はいはいはい、はい。そんな人に言っちゃうわけね。言っちゃうわけ。うん、その人もこと細かく切れるわけ。はい、もうホテルもね、うん、予約してあって、はい、向こうではこういうツアーを、なんかね、水上、あもうそうだね、水上バスみたいなのを予約してるらしくて。うん、はい、はいはいはい。水上バスの予約はどうなんだみたいな。行けてもねえのに。水上バスの予約なんか完全にその人個人的なやつ で飛行機会社関係ないじゃん。関係ないね。ね、はいはい。ね、それをもうそのラウンジの人で聞いちゃうわけね。そう。で今水上バスのキャンセルをしないと、今日お前行けなかったら水上バスのキャンセルしなきゃいけなくてね、はいはい、どうしたらいいんだと。うん、水上バスのキャンセルできないっつって、うん、それもその人は、ちょっとそれは困るみたいな、うん、飛行機、うちはあの航空のあれなんでね、はい、水上バスの対話、わかんねえじゃねえよ、みたいな。わ、うん、かんねえじゃねえ、こっちは水上バスの予約してんだよ、みたいな、うん。ずーっと言ってるわけ。でもまあ、はい、しばらくやってたらもう諦めたのか、うん、どっか行っちゃったんだけどさ。はいはい、
うん、んで1時間ぐらい待ってからよ、うん、もう説明に来たんだけど、うん、まあ結局説明に来たって言ったらもう終わりよ、行けないってなって、まあまあ行けないのは結構ですからね、うん、台風だしね結局はね、そうそう理由は、うん、で払い戻しよ、うん、っていう風になるわけ、はい、ああじゃあ払い戻し、まあ、しょうがないかと、うん、で思って、でもさ俺さ結構ギリギリ取ったからさ、はい、航空チケットもさ、うん、ネットで取ってんだよ、はい、でさ大阪のちょっと会社とかなんだよ、うん、ね、はい、大丈夫かな、ちょっと怖いじゃんネットって、わかる、わかんないから、母体が。会社がどういうのが大きさとかもわかんないしね。そう結構個人でやってる可能性もあるからね。個人でやってる、もしかしたらその、こっちがやってる、あの、ちゃんとした会社だと思ってる、向こうでそのパソコンいじってる人が、もしかしたらすっぱだかもしんないじゃん。関係ねえじゃん、裸。どうでもいいよ、裸。真っ裸だからやってるかもしんねえじゃん。なんで、まあ、だからそういうの怖いなと思って。怖いね。一応よ。そのネットのまあ大阪の会社なんだけども、うん、調べて、うん、あの、電話番号が書いてあったから、はい、俺大丈夫かななんつって、うん、じゃあちょっとどういう会社かわかんないから、はい、あと住所が書いてあったっけ、はいはい、電話番号と住所、うん。で、会社の名前。うん、だから104に問い合わせてさ、うん、その取るときね、はい、こういう何々区のね、はい、つって、名前言ってくれたらいいなと思ったら、うん、出ないんだよ。うん、そこも、はいはい、だからああなんか大丈夫かなって思うけども、うん、やっぱこれはでもそこしかもうチケットが取れないからそこ取っちゃったわけ、はい、うん、でどうしようなんて言って、でもそういうキャンセルになっちゃった時とか怖いじゃん、ちょっと怖いね、ちょっとね、そういうのってね、旅行会社にキャンセルをするから、うん、うん、はい、でそれでそこがチケットだけどってホテルは、うん、ホテルも突然取れないから彼女がそのネットで、うん、台湾の会社とやり取りしてるの英語で。英語さんが？英語さんが。嘘だよ、そんな英語さんができるわけないでしょ、そんな。英語さんは英語喋れっか。あ、そうなの？英語はできっから。トレイはあるのね。あるある。まあ、トレイがないとさ、付き合って意味はないもんね。あ、それ英語できる子なの？英語はね、喋れるだけ。ただ、はいはい、あの、こう、チャットみたいなんでやってんだけど、あの、喋れるだけで、あんまりはいはい、単語とか知らないわけ。なるほど、なるほど。うん、だから、ハブとか、うん、I have とか、ハブ、はい、ハブとかは、うん、HAV って書く。いいは書かない。ああ、いいはいらないの。いいはいらない。なんか通じるのそれ。いや、いらないみたいなこと言ってたけど、ハブは。そうなの、この場合のいいはあんまいらないみたいなことは言ってたけど。そうなの。基本的にはあんまりあれよ。まあ喋るだけでね。喋れるだけで書けないから、あんまりね。で、まあ、やりとりはしてて、取れたって言ってんだけど、はい、だけど、それもキャンセルを今度また言うの難しいじゃない。まあね、それはやだね。難しそう。だからそこでまずちょっと俺不安は走ったんだけど、うん、どうしようと、うん。あれ、振り込んじゃってるからさ、はい、振り込みとあとカード決済にして両方にしてんだよ。カード決済もなんかめんどくさそうだもんね。あ、で、まあ、それはやばいなと思ったから、一旦家帰って、うん、まあパソコンでちょっとそれをやってみてから考えようってなったんだけど、うん、こっちはもう海外行くつもりでいるから、海外テンション抜けないじゃない。まあ、成田空港まで行っちゃうわけでしょ？そう。わかるわかる。意地でもなんか行きたいってのもあるしね。あるでしょ、うん、だからでも、国内はちょっと海外のテンションだから嫌だと。はいはい。やっぱそこで次選ばれるのは韓国ですよね。近いから。まあ、そっか、韓国、まあ、あと、その日中にチケットが取れそうな気がするっていうやつね。うん。それで、はい、帰りがけに、じゃあ、これは、ちょっと家帰って、その処理をしてから韓国だと。うん。うん。そう、まだ午前中か。はいはい。午前中の話だからね。はいはい。うん。で、旅行会社もさ、あれ、土日休みなんだよね。そう。土日の場合はもう連絡つかないんだよ。だから電話しても出ないの。そう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 。うん、じゃあ、これはもうしょうがない月曜日だと思う、それ諦めて。うん。で、あっちもそう、台湾の方も、もう、メールでやり取りしかできないからやって、はい、こういう事情で行けなくなったからホテルもキャンセルしてくださいって入れといて、な、うん、んで、もう終わりよ、はい。ちょっと不安は残るけど、まあしょうがないっつ、うん、次は頭切り替えて韓国だと。うん。一回家帰ってからの、うん、はい、韓国。これなんかの運命じゃないかと。うん。韓国と言ったら、はい、俺らからしたらもうギャンブルでしょ。まあ、カジノだよね。ね、韓国と言ったら。カジノ以外考えられない。考えられないね。こっちからすると。うん、はい。で、俺は前にこう、韓国にちょっと行った時に、あるね、はい、その韓国のカジノと知り合いになって、うん、チケットとか送れてくれるようになってるから、はいはい、すぐ電話して、うん、あ、でもその日の中に取れて、ホテルとチケットが。うん、おー、で、無事韓国は行ってきたんです、だから。はいはい、結果ね。まあ、羽田から出れるしね。はい、うん。なるほど、うん。そう。これも賭けだと。はい。この運命の変わりが。うん、だって、台湾に行くはずだと思うのが韓国になってるわけだから、これ何かの、これやっぱね。まあ、こんなはもう、
出がひでもないチャンスっていうか。そうでしょ、絶対だよね。絶対でしょ。ものすごい運命だと思うね、俺だったら。ね、これものすごい勝つんじゃねえかって思う。そうなんですよ、カジノで。そうなんです、わかる、それは、うん、その通りなんですね。はい、着いた時、うん、着いた初日、はい、まあ速攻ですよね。速攻大金勝ってるわけね。速攻大金。まあでもそう思うわ。速攻大金、これ金額がどうだい、言わないようにかな。まあまあまあ言ってもいいけど、俺は聞いてないけど、何言うの。まあまあ。まあやらしいの、それってやっぱ。いや、そんなやらしかない。じゃあ、いいんじゃ言っちゃっても。まあ初日に勝った金額が。うん、まあ、150万ですよ。やらしいなぁ。やらしいなぁ。150ってどんだけかけてんだってことだからね、これ。いや、それが全然かけてないのよ。かけてないの。うん。まあ、じゃあ月がすごいだね。月がすごい。それ150万のバットさ、はい、行くようなあれじゃないですよ。まあ、それは1日ぐらいかけ、お笑い時間もやってね。ええ、そうですよ。おおと。これ奇跡的なもんだ、じゃあ。神様だと。だから台湾結婚かと。わかるわかる。その運命を最初信じる。うん。そうでしょ。はいはい。それでもうこれ、買ったから、買っちゃったから、うん、ギャンブルで買ったお金っていうのは使わなきゃいけないってこと。まあ。これはギャンブラーの鉄則でしょ。鉄則です。だからもう、初日買ったらまず面白くないから、はい、次の日買い物ですよね。ああ、もう2日目じゃね。もう全部使っちゃおうっていう気持ち。150万持ってでしょ。わかるわかる。そんなもんはあぶく銭ですから。はいはい。もうこれもう、エイコさんも。うん。エイコさんギャンブル大嫌いだから。はい。だでも勝ったら嬉しいでしょ。うん、まあね。で、一緒に何買い物とか、うん、買い物、俺なんかも150万買ってっから。おシャネルのカバン買ってやったんですよ。おー、いいね。これ何十万ですか、これ。いやー、そうですよ、シャネルの。これ2、30万ですよ。でも150万買ってるからね。まあ、安いもんだね。安いもんですよ。だって、エコさんも良かったね、でもそれは。そうそうそう。シャネルのカバンを。そうですよ。いいね。で、俺なんかが買ってるけど、やっぱ俺女と違ってブランド品に興味がないから、はい、そんなに金を使えないのね。そうわかるよ。俺の高級なものは時計と車しかないから。そうなんだよね。それ以外に、その30万円ぐらいのもので、すげえ欲しいってものが、ないのあんまり。確かにそのカバンとかって別にそんなね、高いのいらないしね。そう。ないんだよ。だからないなーなんて、はい。でもまあ洋服屋さんとか入って、はい、かろうじて10万円ぐらい使ったのかな。なんだかんだで。なんだかんだで。使えたわけだ。そう、10万円ぐらい使えたんだよ。はいはい、うん、で、まあ、いや、これぐらいで今日は許してやるかなんつって。はい、うん、はい、はい。だいたい喧嘩負けた人が言うやつね。そうそう。今日許してやるかって帰って、うん、で、まあ、飯とかも食って、はい、で、ちょこちょここう、まあ、ギャンブルもまたちょっとして、で、次またしたんだよ、その、帰って、次の日か。はいはい、まあ、まあもうしますよ、それは。そうですね。また勝つと思ってるわけだから。これはもう、また勝つと思って。エイコさんは今回はもうすごい味方でして、もうどんどんやっちゃいないみたいになるわけでしょ。エイコさんは、いや、そんなにないね。やっぱ女の人だから、そういうのないのね。なんならこのお金取っといてとか考えちゃうから。そっか。うん。いやいや、まあ、違うと、このギャンブルで勝ったものはダメだと。はいはいはい。うん。わかるわかる。そうですよ、うん。で、やってたわけ。はい。そしたらその日もね、うん、ほぼ、同じぐらいかな。うん。あ、だから、100万円スタートぐらいからやってさ。うん。で、勝ったり負けたりして、まあ、まあ、同じぐらいよ。100万円ぐらいよ。うん。うん。勝ったりの現状維持みたいな。現状維持？現状維持って。ああ、まあ、勝ったり負けたりして、最終的には現状維持。減ってない感じ？ああ、まあまあ、いい感じよ。いい、ね。いい。おいおいおい、俺、ついてるぞと。しかも、その時は一回30万円。下がったの？ぐらい下がって、そっから70万ぐらい盛り返してるの。ああ、いい感じね。明日に繋がる。繋がるやつ、そうそう、明日に繋がるやつ。わかるわ。俺いいぞと。これいい。うん、買い物だぞ。はい。また。まあ、買い物だね。エイコさんに、エステとか行きたくないのかと。ね。はい、韓国も有名ですからね、エステがね。行きたいですと。はい。いいですよと。はい、お金を、ウォンをさ、大量のウォンを預けて、はい、行ってきなさいと。うん、で、また豪遊ですよね。そこで、こっち勝ってますから、普段だったらもったいなくできないよ。まあね、普通はできないよね。できないできない、ケチっちゃうから。はい。ほんでまた使って、うん、それでまた30万円使ったのね。うん。もう30万使って、なんだかんだで。なんだかんだで。うん、で、まあ、なんだかんだ言ってて、ね、手持ちが最終日の前にね、だから、60万円あったかな。うわぁ、いいね。で、まだ60万かかってんだから。うん、すごいよね。うん、いい。そう。ほんと、韓国し、よかったよ、これは。
これ良かったでしょ。全すごい。最終日。うん、その60万元で、うん。これはもう一番いいやつね。うん、俺買って、はい、もう韓国で買うもんないから、うん、買ったお金は東京持ち帰って、はいはい、東京で、はいはい、俺すげえ時計とかさ。ああ、いいね。夢広がるね、これね。そうそう、買っちゃおうなんつって。なんつったって元手は60万から。はいはい。え？まあ、行こうとはどんどん行けますよ、これ。そうでしょ。運があれば。これ寝ずにですよ、と。うん。帰る日の朝、帰る日が朝の、8時何分の日だから、はい、5時ぐらいまでできると。うん、俺寝ずに、はい、ちょっと彼女に寝ときなさいと。はい、ね寝かして、はい、俺一人で朝まで、うん、まあ、12時間ぐらいやっちゃったかな。おー、12時間すごいね。まあ、やれちゃうんだよね。やりました。面白いからね、あれってね。やりましたよ。はい、そして、うん、その結果なんと、はい、150万負けてる。そこに立ったら前が見えないじゃないか。そこに立ったら前が見えないじゃないか。そこに。おぎが戦車でやってくる。おぎやはぎのメガネビン。だからさ、はい、しばらく、うん、カップラーメンとおにぎりで生活だ。うちは。そうだろうね、辛いね。最初の買ったカバンとかも嫌だもんね、負けちゃうとね。バカみたいですよ。最初何あのカバン買ってんの。負けてんのにでもね。結局自分の金で買ってるのもんだよ。自分の金。そんな高いカバンをさ。ねえ、もうひどいよ、お前。お前ちょっと待ってください。これ生きてますからね。うん、ラジオネーム銀子さん、うん、おぎやはぎのお二人さん、こんばんは。こんばんは。矢作さん、カジノで大勝ちしたそうで、おめでとうございます。もちろん、リスナープレゼントも買ってきてくれたんですよね。来週はスペシャルウィークなので期待してますよ、っていうね、うん。こういうメールがたくさん来てるんですよ。ね、もう、最後まで聞かないんだね。あ、勝つと思うでしょ、あそこまで行けば。最後まで聞かないとさ、あ、負けちゃってっから。全員、リスナーあれだよ。1000円ずつカンパだよ。カンパしてほしいぐらいだよね、そんぐらいの話ですよ。んなもん大変だよ、こっちは。大変よね。バカみたいにさ。バカだ、ほんと。これやだよ、もう。ラジオネーム、うん、マストさん。小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。一連の流れに、八木さんのやらしさを感じます。その会話のように構成、構成ね、構成か、ちゃんと構成してきたもんね。うまいね、あの構成ね。いや、俺はもうやだよ。ちゃんと最後ああいう風になってくるからね。やったね、負けたね、本当に。でもね、あ、ちょっと待って。はい。まあ、そっかそっか。あのね、はい。まあ、韓国はもういいか。まあね、ちょっと面白いタクシーには乗ったんだけどね。はい、どういうこと？あのね、タクシーのね、乗るじゃん。乗ったら。それ何？韓国で撮る？そうそう。うん。あのね、レコード盤がね、いっぱい貼ったの。横に。あの、タクシーの天井にこう。天井？うん。うん。レコード盤ね。うん。うん、そう、なんかすげえんだよ。はい。音楽なんか。うん。日本人かみたいなこと言われて、すげえ片言なんだけど、そうだとかって言ったら、うん、すごい日本の演歌が好きだって言って、うん、自分でさ、はい。後ろにこうテレビがあって、前にビデオが入れるとこがあって、はい、あの、見るかっつってさ、美空ひばりのビデオ見せてくれて、それを、はい、ナレーター、ナレーションって言ってるわけ、自分の子で。はあはあ、はいはい。で、うん、その美空ひばりのビデオに自分でナレーション入れてるわけ。いや、あ、趣味でってこと？趣味で。おー。で、好きだと。はい。で、美空ひばりの見せられるんだよ。うん、でも、もちろん知ってんじゃん、こっちは。うん、ね、あ、知ってる、美空ひばりすごい歌手だよ、とかって言ったら、うん、あー、見てくれ、とかって言って、うん、前、慣れた、とかって言って、うん、で、始まるじゃん。うん、そして、バーンって美空ひばりのイントロがこうかかるわけ。うん、そうすると、エンジョー、エンジン誕生、みたいな感じで、こう、韓国の言葉が入った後に、美空ひばりプロレスの初見みたいに言うんだよ。うん。水谷ひばりを。で、その水谷ひばり終わった後に次、五木ひろしが編集で入ってる。で、また五木ひろしの歌がこう、流れてまた、やんじょう、どんじょう、あんりんじょう、じょう、げきじーひろーしープロレスラーみたいな感じ。もう意味がわかんないんだよ。それずーっと見せられて、タクシーの中20分間ぐらい。ちゃんと、笑っていいのそれって。いけないの？何しろって、水谷ひばり歌ってる間にも、うん、その韓国語で、うん、そいつのコメントがいっぱい入ってくるわけ。で、ぎつけ邪魔なの。実況みたいな。歌を聴きたいわけ。多分その中では、多分この曲はこういう時に作られたとか、そういうこと言ってるんだろうけど、
なんかすげえ実況が入ってくる。それをずっと見させられるんだ。うん。で、家タクシーに乗ったって言ったっけ。ペンネーム、ソルトフェニックス。はい。小木さん、八木さん、こんばんは。はい。来週のスペシャルウィーク、何やるんですか？はい。クリエイティブなゲストとか来るんですか？うん。ああ。はいはいはい。確かにクリエイティブなゲスト呼びたかったんですけどね。うん。これクリエイティブと言われちゃうと、うん、真逆の人なのかな。うん、まあ、ね。真逆だろうね。ね。クリエイティブとは真逆ですね。ね、はい。はい。来週の10月19日の、はい、メガネビーキのゲストは、はい、山ちゃんです。そうですね。アンタッチャブル山崎です。ね、一日前がやってんのにね、山崎ね、やってんですけど、来ちゃうわけですね。はいはいはい。スペシャルウィーク、ね。なぜかと言いますと、はい、前々から山崎の電話、はい、追い込みですか。はい。追い込みね。絶対断れないですね。絶対断れないって話はしました。はい。ね。ですから、それをこのラジオで実践してもらおうと。おう。うん。おう、生で。生で。はい。それをチャレンジ。うん、題して、山ちゃんの、テレフォンチャレンジと。おー、はい。うん、面白そうだなっていうことをやってますね。はい、やっぱ人力車の芸人とかですね、はいはい。いろいろ苦しめられてますから。うん、あいつの都合で。うん、ね。あいつ全部都合だからね。まあそうだね。山ちゃんの都合。で、もっと行かざるで出なくなるんでしょ、うん、そうですよ。追い込みがすごくて。山ちゃんも絶対自分の都合が大事だから。うん。例えばね、こうやって、山ちゃんと山崎とじゃあ小木と3人で、飯を食ってとするでしょ、はい。しかも山ちゃんからの誘いで。はい。うん、ね。いや、あぎさん、おぎさん行こうよと。はい。いいよって行くじゃない。うん、そんで、飯屋に入って、15分ぐらい。うん。それで、有田さんから電話あるよね。はい。行っちゃうからね。嘘行っちゃうからね。ほんと？ありねえ、なんつって。自分から誘っといて、ね。自分から誘って、15分で行っちゃうから、俺その経験2回があるんだけど。なんでそれ行っちゃうの。行っちゃうよね。うん、で、その真逆もあるわけ。うん。ね。はい。だから、こっちから誘って、有田さんと遊んでるから、つって、うん、はい、時に、有田さんが、ちょっと仕事かなんかで、用事ができちゃった、みたいな時に、はい、突然電話ね。おさっきお前来ないっつったじゃん、みたいな。はいはいはい。うん。でも暇になっちゃったから、みたいな感じで、こっちと遊んでよ、みたいな。ああ、そう。ええ。ああ、まだそういう姿を見てないな。それぐらいわがままですから。うん。だから自分がもし暇な時の、はい。確保の仕方ってのは天才的ですから。はい。ですから、やっぱ生で電話してもらって、ね、恐怖の山ちゃんだよね。うん、ええ。まあ僕のところにも昨日もかかってきてますし、はい、山ちゃんから、電話がね。はい。うん。それは、前、その前日かな。うん。に、俺が韓国から帰ってきて、ほら今もちょっと鼻声ですけど、はい、風邪ひいて、風邪ひいてましたね。ちょっと寝てたわけ。はい。うん。で、何してんなーって来たわけ。はい。俺もう韓国で風邪ひいて寝ちゃってるよって。うん、言ってるわけ。はい。あー、風邪ひいてんのは分かったんだけど、あ、じゃああれか、汗かかなきゃやばいか。うん。そっかそっか、風邪つったら汗ひかなきゃまずいか。ね、うん。ってことで、打ちっぱなし行かない？いや、だから俺風邪ひいてっから、さ、風邪ひいてっから、ちょっと体とか動かさないとダメだから、うん、あれだけど、体動かさないと汗ってかかないよね。ねえ。いい汗のかき方知ってんだけど。え、はい、何いい汗の。聞いちゃうんだ、それ。聞いちゃう、ヤギもちょっとやばいんだよ、そこ。そこ聞いちゃう。しょうがないんだよ。うん、あ、で、打ちっぱなしですよ。で、行ったんだ。20分後に迎えに来て、打ちっぱなし行って、はい、汗流して、うん、そんで俺ん家になんか、帰れんのに帰らないわけよ。うん、ああ、また家に来ちゃう、ね。だって夜中だよ。うん、ね、打ちっぱなし終わったの夜中の2時とか、はい。1時だ。打ちっぱなし終わって飯を食ったんだよ。うん。飯を食って帰ってきたのが1時とかだよ。うん。したら俺ん家に入り込むわけ。はい。うん、何と帰ってくれと。まあな、帰ってほしいよね、うん、ここは。うん。ね。八木さん家で、うん。ゴルフのクラブ磨かしてってんだよ。お前自分家でやれよ。なんで一緒に磨こうってんだよ。クラブをね。うん。はい、ね。やだよ。一緒に、なんで一緒に磨かなきゃいけないんだよ。つってもうダメよ。うん。もう全部してること聞かないから。はい。それで結局朝まで、ね、磨いて。磨くって何よ。クラブ磨くの？そうだよ。で、俺それであれよ。今日朝ゴルフ行ってるわけよ。はいはい、ゴルフね。うん。あ、その前の日か。だからさ、前の日にゴルフ行った時だから、朝俺が5時、6時にもう家を出なきゃいけなかったのに、はい。あいつ5時までいたんだから。ああ、それで寝ないでゴルフ行ったってことだよね。そうだよ、ね、そう。はいはい、昨日のことだよね。もうひどいよ。へえ。だからもう絶対に逃れられないから、
その山ちゃんを呼んで、うん、人力車の芸人とかですか、はい、まあいろいろな人に生電話をかけてもらって、はい、実際ここに呼びつけたいと思います、はい、うん、山崎が電話したら逃げれないと思うんでね。まあそうだね。でまたいい時間じゃない、これ1時から3時だから、うん、絶対みんな出たくないでしょ。出たくない、面倒、うん、くさいわ。そうでしょ、うん、だからまあみんなそうやって聞いちゃうんでしょ、ヤギみたいに。その汗かく方じゃ何とかさ。いやでもいや断るよ絶対、基本的には。断るは断るの、最初からはもうそんなありえないよ。あ、最初はちゃんと断ってんだ、うん、うん、だからまあ来週ね、はい、何人の芸人がスタジオに来るのか、うん、から楽しみですね。ああ、ちょっと待ってください。ラジオネーム、シェミナさんですね。これ、小木さん、ヤクさん、こんばんは。こんばんは。先ほどからアンタッチャブル山崎さんを山崎って呼んでますが、うん、この間、アメトークで先輩後輩を発揮させてましたよね。うん、それなのに、山崎、うん、山崎って呼び捨てにして良いんですか。ああ、そうか。確かにそうだよ。先輩になっちゃったんだよな、あの番組以降。はっきりなんかね、あれね、付き合えちゃったからね。そうなんだよ。結構俺ら後輩だったね、あれね。あれびっくりしたな。一番下から二番目だったな。一番下が品川くんだけだったよ。品川くんの上だもん、俺ら。スピードオンのが先輩なんだぜ。俺知らなかった、俺。え？ねえ。なんだよ、あれ。ご飯とかご馳走してたのにさ。冗談じゃないよな。先輩だったら悪かった。いや、俺認めないから。嫌だよ、もう今更そんなさ、スピードワゴンをそんな先輩だと思うなんてさ。俺だから、うん、このラジオではっきり言っておくけど、うん、あのアメトークの、あのシステムには、従わない。うん、まあまあまあ、従ってたらもんね、まあ、うん、なんか切れないからさ、うん、俺らのやり方ですよ、それは。人力車の。まあね、うん、はい。じゃあまあ来週は一応山ちゃんが来て、うん、テレホンチャレンジ、まあ、芸人の人いっぱい呼びつける、はい、感じでね。うん、はい、やってきますので楽しみにしてくださいね。はい、あと小木さん、はい、先週ほら、はい、またお前の奥さんの話になってあれがまだ俺心配でまだ残ってるんだけど、はいはいはい、あれ以降大丈夫？まあそうですね、全然大丈夫ですね、うん、もう元気いっぱいですよ。ああそう、はい、うん、元気いっぱいって言われると安心するんだけどさ、うん、全然大丈夫です、大丈夫です、うん、ちゃんと健康診断とか行くようにしてね。うん、なんかもうちゃんとそういう知り合いの医者もいてさ、うん、やっぱあの辺の家族はさ、うん、いるのよ、なんかそういうのがなんかちゃんと。いそうだね、うん、そういうかかりつけの医者というか、かかりつけみたいのがさ、うん、昔からなんか、まあでも親戚にもいるわけ、医者が。あ、ちゃんと聞いて、まあちゃんと相談とかしてるらしいからさ。あ、で全然大丈夫みたいな、うん、大したことはないのね、うん、うん、大丈夫なんですよ。ならいいんですけど、はい、うん、ラジオネームチャーハン、はい、小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。先週の放送で、うん、子作り宣言した小木さん。俺さ、うん、八木さんが絶対セックスしろよと言っていましたが、うん、ラホ夫人としましたか。俺、ああ言った、俺そんな子作り宣言。いや、した方がいいって話になったよ。まあ子作り、まあね、うん、そう、来年中には産むと思うけど、うん、来年中に産むんだったらってあれ10ヶ月かかるでしょ、うん、子供って、ね、でもそれ早めにやってもらえない。そんな今週とかそんなする必要ないですよ、そこ。いや、今週とかした方がいいんだよ、うん、なら、うん、なんでなんで、うん、来年産みたいんだったら、今年いっぱい、はい、ね、うん、今10月でしょ、10月だね、年末までにかけて、うん、週1だね。いやー、そんな必要ないんじゃないの、週 1？ うーん、でもさ、そうか、もう10月なのか、もうやばいよ。で、戸月10日でしょ、うん、戸月10日かかんだから。あー、そっか、来、戸月10日でお前は10月10日がお前のあれだもんな。そう、結婚記念日の。結婚記念日じゃない。何？お前、10月10日は結婚記念日ですよ。10月10日2人でご飯食べに行ったよ。ああ、行った。うん。ああ。ちゃんと。よかったね。おめでとうってお互い。ああ、そう。ああ。しましたよ。いや、よかったね。うん、まあ、いい感じの2人だったよ。いや、仲いい夫婦だなと思うんだよ、俺見てて。仲いいでしょ。これね、全員がね、あの夫婦の、姿を見たらね、みんな羨むと思うよ。そうなのよ。みんなちゃんと言ってくれんのよ。俺らは。いい夫婦だと思うよ。二人は。うん。超羨ましいでしょ。うん、羨ましい。あんな夫婦になりたいでしょ。みんなの憧れる夫婦なんだよね。まあ、いい夫婦だなって思うから。仲いいし。だから週一回ちょっと子作りした方が。ああ、週一ね。うん。まあまあまあ、まあ、週一でね。週一はできないけど、うん。まあまあ、できないけどっておかしいだろ。頑張りますよ。もう新婚だよ、一年でまだ。ねえ。子作りってみんな、だってどのぐらいやるもんなのだって。いや、そら、頑張るっていうじゃん。週2とかだよね。子作り。週2ぐらいは。うん。子作り週2しないでしょ。するよ、だってお前そんなやるだよ。うん？簡単なもんじゃないんだよ、子作りっていうのは。そうなの？うん。みんなでもできちゃった子みたいなのやってんじゃん、なんか。うん。
それ収入やってんのね。やってんだよ。だって八木は英子さんとは俺関係ないだろ。俺英子さんと関係ない。参考に聞かせてじゃん。関係ないだろ英子さんとは。なんで英子さんとそんな話しなきゃいけないんだよ。なんか聞いてえなと思ってさ。やだよ。ということで、はいはい、まああとアンガールズ山根とクラブ行く計画ってのも今週だら。あいつ行ってんのかな今。今日金曜か。クラブって金曜日だもんね。金曜か土曜、まあ、どうなの？金曜とかがやっぱ盛り上がるの？クラブって。土曜とか、でも平日もじゃない？ちょっと来週、明日でもいいし、来週でもいいし、うん、クラブにちょっと。めんどくせえなクラブか。ないだろう。あー、俺行くっつっちゃったんだっけ、俺。行っちゃってんだよ。行ったの、本当に。うん、行っちゃって小作り売った、俺。行ってる。うん、ああ、だよね。まあ、山根次第だよね。アンガーズ忙しいからさ。ああ、予定が合うからね。まあね。10年以上行ってねえから、緊張すんな、俺、クラブとか。緊張するよ、それ。さあ、ということで、今週の、はい。リスナーに募集したいメールは、うん、今日来てます？そういうの、また来てませんか、まだ。今週の。いや、リスナーはこういう時、ちゃんと頑張って、送ってきてくれてると思いますよ。あら。うん、ラジオネームイタリアンダンディ。はい。小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。今日のメールテーマは、私が思う一番綺麗な女性なんかいいんじゃないですか。あー、こいつは可愛いとか可愛くないとか。それ募集してそれをさ、話し合ってどうすんだよ。ほんとね、可愛い可愛くねえ話でしょ。あー。広がんのかな、そんな話。この人、惜しいみたいなの？惜しいね。なるほどね。惜しい。これがこうな、まあ惜しいっていうのもまあそれをなんかこう、掘り下げて言うのもちょっとな。ラジオネーム、うんこりや。はい。僕の中のメガネドレスターショーの荻上さん、こんばんは。こんばんは。今夜のトークテーマは、うん、女芸能人のベスト5というのはどうですかね。ちなみに、先週教えた僕の中のランキングに変動があったので報告しました。ああ、先週のね、はい、1位長澤まさみ、はい、2位臼田あさみ、はい、3位加藤夏樹、お4位若月千夏、うん、5位矢田亜希子でしょ、うん、若月はまあ入ってんだ。加藤夏樹と矢田亜希子が新たに入ってきたから、うん、薄田はやっぱその定位置なのね。定位置だね。薄田はいい、可愛いよね。可愛い。うん。で、あーなんかタイプが違うんだよね。そこのね。違う。5人ね。うん。若月入るんだそこに。なんでかな。加藤夏樹もまたタイプ違うんだよな。なんでかな。1位2位とは。うん。そうか、女ね。好きな女、うん、好きな女、好きな女のメールを募集するってのもな。好きな女、あいいのかなそんなので。例えばじゃない、長澤まさみだったら、うん、長澤まさみの何してる時の長澤まさみ、うん、こんな、難しいよ。ただね、ただこう名前言われたとこでもね、そうなんだよな。一番似合う、なんかないの？長澤まさみに一番似合う何々とかさ。長澤まさみに一番似合う何々。一番だからこの、なんていうの、うん、しっくりくる、その、こう、セットじゃないけどさ。はい。長澤まさみと、例えば、うん、そうね、長澤まさみとワンピースとかさ。そういう、まあ、例えば洋服とかそういう。なんでもいいのよ。うん。カツラとかでもまあ何でもだな。そうそう。誰々とフェラーリとかさ。うん。うん。はい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 。この最強の組み合わせとかの方がまだ。セットね、とにかくね。最高のセットね。はいはい。綺麗とか関係なくね。関係なく。好きとかじゃなくて。そうそう。だってそこだけで言っちゃったらさ、もうほんと好みになっちゃうでしょ。好みで勝手なこと言っちゃうもんね。そうなんだね。ほんとの好みになっちゃうから、うん、これがこれを持ってたらもう完璧にみたいなさ。うん。うん、なるほど。それもいいね。ん？さっきの人、はい、矢田亜希子。ではないの？じゃなくて、八田亜矢子だって。は？八田？ラジカルに出てる人だって。八田亜矢子、ちょっと待って、あー、かわいい。でも、こいつの大体タイプが分かった、俺。プロフィール。うん。あら。あらららら。美人だけど、うん、この、こいつのさ、はい、
ラジオネームうんこりやのタイプ分かったね。だってほら、いやでもそう考えるとやっぱ若月だけおかしい。若月は絶対おかしいのよ。加藤夏樹もまあそのちょっと近いじゃん。うん、この近いね。反対。うん。あ、セントフォースだ。ああ、セントフォースね。美人フリー女子アナを扱ってる。キャスターっていうかまああれね、うん。うん。はいはいはい。他が？ハッタやと。確かにハッタ。長澤まさみが1位ってのが違うのかな、じゃあ。ちょっとこの人、綺麗系が好きだよね。綺麗系が好きなのにね。じゃあ、あの、セントフォースのあの、有名な人は好きなのかね。この女の人、ん？セントフォースの綺麗な人？ほら、あの、朝の4時の日テレの。中田亜希さん。中田亜希さん。はいはいはい。とか、うん。じゃない。そうね、そっちも入れてもいいんだけどね、なぜかハッタ。美人じゃん、これ。いやいや、美人ですよ。ハッタ綾子さん。注目してぇな。ミス東大だって。うん。2004年の。それはいいね。え？それはいいわ。東大でこんな美人なの？どうにかなんねえかなぁ。どういうこと？どうにかなんねえかって何？いや、美人だから。うん。ね、こういうの。そうか、困ったなぁ。じゃあちょっとメールまた考えようか。でももうあと10分で2時だからね。あら、やばいよやばいよ、それは。うん。あ、美人ね。まあ確かに、女の子ね。この女の人たちは同じジャンルみたいなのを3人挙げてもらう？ん？どういうこと？ジャンル、ジャンル。はい。だいたいこの、例えばさ、うん、これを好きな人はこれを好きってさ、うん、あったじゃない。例えばさ、昔さ、はいはい、よくお笑いの雑誌とかあったでしょ？はい、お笑い台風とか、うん、まあ何でもそうだけど、あれでお笑い芸人がバーって出て、うん、それで、なんだっけな、ライブとか出てた時にさ、うん、アンケートってあったじゃない。あった。あの時にさ、勝手にその見に来たファンの人がさ、はい、私の好きな芸人っていうのをさ、はいはいはい、5、6人あげたりするじゃん。あげるね。その並びってちょっと気になったじゃん。気になる。あれ、ここ好きなのに俺ら好きなのみたいな、うん。ちょっと違うんじゃないとかあるもんね。あるよね。ここ好きで俺が好きって嫌だなとかあるよね。こと一人してほしくない的なね。ある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 。なんかね、うん、あるある。うん、だから、それ作る。あー。このタイプを、この、例えば、はい。これで見たらさ、うん、若月千夏だけおかしいわけ。おかしいね、その5人。この5人は、うん、ジャンルとして。はい、全然違いますよ、そこは、うん。うん。だから、男でも女でもいいから、うん、ここ好きな人はここ好きでしょ、みたいな。なるほど。でしょ？はぁはぁはぁ。あるね。あるよね。だから、長澤まさみが好きだったら、誰だろうな。長澤まさみが好きっていう人は、だから、あの人は好きでしょ、絶対。松島奈々子は。ああ、同じか。これ同じやんでしょ。あ、松島奈々子、長澤まさみ、山崎千里。違う、そこ。なんでぶっこんでくるんだよ。なんで山崎千里ぶっこんでくるんだよ。山崎千里ほんとお前好きだけど。ね、違う、うん。山崎千里は、ね、うん、山崎千里、杉本彩。杉本彩、そうね。山崎千里、杉本彩、誰かなぁ。あと誰だろう。あ、寺島かなぁ。あ、岡本だっけ。ちょっと下げすぎじゃねえ。下げすぎじゃねえって言ってるそうだよ。岡本夏樹は大原。大原香織。香織。岡本夏樹。あと一人だ。三人目が難しいんだな。あ、三人目難しいな。大原香織、岡本夏樹。あの辺の。桜マスコだ。どうだろうな、桜マスコでも。まあまあ、でもそうかもしんないね。うん。ちょっとこれ完璧な3人欲しいね。3人目難しいんだね、これってね。完璧な3人欲しいよ。はいはい。ね。うん、やってさっき、ファックス番号、うん、東京03-5562-9540。メールアドレス、メガネアットマーク、tbs.co.jp です。どんどん送ってください。山ちゃんです。はいはい、山ちゃんから電話だよ。山ちゃんから電話ってことはわかるよね。何してんのなんて。もちろん開けてもらっちゃうんだけど。逆に山ちゃんです。それではコーナー行きます。週刊2番手ニュース。決して一面を飾ることのないちょっと気になるニュースを紹介するコーナーです。うん、ちなみに今週の社会的ビッグニュースは小泉元総理が再始動。政界再編の憶測も、はい、ノーベル平和賞にアメリカのアル・ゴア前副大統領と、はいはいはい、英語知ってますよ、うん、うん、もちろん知ってます、はい、この辺のことは全て把握してますからね、はい、バカにしないでほしいんですよ、はい、うん、2番手ニュース発表しますよ、はい、ラジオネームピクチャーピクチャーからの情報、
6歳児が車で大暴走。うん。アメリカコロラド州で6歳の男の子が自宅から車を発進させ、はい、近くにあった変電装置に激突。はい。一体の数十個が停電となった。うん。男の子はお腹が着いたため近くのレストランに行こうとしたという運転席にチャイルドシートを取り付ける周到ぶりで怪我はなかった。すごいな。すっげえ。6歳でしょ、幼稚園。でもさ、チャイルドシートちょっとほら高くなるじゃない、はい、よく足届いたね。そうだよね、アクセルでしょ、アクセルまで。そうよな、何なんだ。6歳ってでももうちょっとあるのかな、結構大きいのかな。大きくはないでしょ。130、40でしょ。20か。これ、小1だったら、いや、100センチぐらいじゃないの？ 100 ぐらいかね、小1。うん。まあ、ね、届かないよ、チャイルドシートで座ったら、すげえなぁ。お腹が空いたから、つって食べに行こうとしたんだ。まあね、金持ってるのかね、それよりね。6歳だって。そんなもん。あった、なんかそういう6歳ぐらいの小学校の時ぐらいに。あー、いたずらね。俺なんか、テレビをね、ハンマーで壊したらしいな、俺。2台連続、なんかうちの。あ、そう。なんでブラウン管をなんかハンマーで俺割ってたらしい。割りたいんだ。なんか俺、記憶がないんだけど、親に言われたの。で、新しく買ったのをまたすぐ俺が壊したの。それ小学校で前、小学校だから1年とか、幼稚園か、そのぐらいだと思う。お一人で、ものすごい音聞こえるんで、パーンってでっかい音が聞こえて、行くと、俺が、そのなんか、泣いてんだって、テレビの前で。ああ。なんかそういうのがあったって。ああ、そういうやつか。ハンマーね。でもなんかわかる、子供がやりそうな痛でしょ、まあ、いたずらではないけどな、もう、ただの悪い子だよね。悪い子？いたずらではない。まあまあ、確かに、悪い子だね。いたずらとかしたっけなぁ。俺、あとなんだろうなぁ。ちっちゃい頃にね、これもいたずらじゃないんだけどさ、買い物頼まれてた、お母さんに。うん、で、近所の多分、八百屋かなんか買ってきたわけよ。うん、でね、お釣りのね、小銭をね、うん、全部俺、口の中にね、隠したの。うん、口の中隠して、俺、そのね、お釣りの小銭どこにあるって、お母さんにこうクイズ形式で出したの。お母さんがこう、したらなんかポッケだとか、いろいろこうさ、言ってくるわけ。はいはい、で全然違うの。はい、で、俺、最後、でももうお母さん分かんないっつって、何答えはって、口の中って言った瞬間、戦いで頭。そんな汚いの出ないダメでしょみたいな。すんごい怒鳴られて。出しなさい、くん。すんげえ思いっきり戦いってさ、なんだよこっちはそんなつもりなかったのに。汚いと思ってないから、ね、この小銭が。小銭がね。うん、ああ、で、平気で口の中入れてたね。入れちゃうん、小銭ってね。そうでしょ。なんで小さい時と親にすぐクイズ出すんだろう。クイズ出すよね。しょっちゅうクイズ出すよな。うん。いたずらってそのぐらいから俺クイズ出すぐらいだな。わかるわ。俺も言ってたじゃん、ずっと尾行するやつ。ああ、はいはい。尾行してさ、全部さ、答えちゃうみたいな。何買ってきたとか。ああ、確かそういうのあるよね。あるよね。クイズとかそうなんだよな。あと俺、お母さんのチャリンコの後ろに飲むのが好きだったんだよ。ああ、俺も好きよ、チャリンコの後ろ。ね。買い物行くでしょ。はい。買い物行った時に帰り、いつも目つぶって乗って、いつも目つぶって乗って、お母さんに、今どこの角でしょっていうの。っていうのでこう、曲がるの分かんじゃん、チャリンコで。分かる分かる。だから帰り道してから左に曲がって右曲がったってことある文房具屋のとこだなと思ったら、いや、今文房具屋の前通ったでしょ。ああ、したした。あれしたわ。あれやるんだね。あれやるでしょ。あ、やるやる。俺やってたメイツ大好き。なあ。曲がるのが分かんだよね。分かるから。なんとなくね、自分の中でね。全部そうやってお母さんに、正解とか言われるんだ。そうだよね。そうだそうだ。お母さんが時々意地悪して、うん、ちょっと違う道で帰ったりするんだよ。あら、いいなぁ。そう。毎回同じだと、俺がバレちゃうから。うん、ちょっと違う。うわぁ、ちょっと道変えたでしょとかわかんない。ああ、面白いんだよね。やってんだね。一緒なんだね、ってこと。一緒一緒。ね。うん。続いて、ラジオネームペロペロちゃんからの情報。はい。ガリガリ君のファンクラブに7万人。おぉ、どういうことこれ。これ何乳業っていうの？赤白でいいの？赤木乳業。あ、そっか、赤木乳業っていうね。はい、赤木乳業の看板商品のアイスキャンディガリガリ君のファンクラブ、ガリガリ部、はい、通称ガリ部が創部からわずか1年半で、
約7万人の部員を集めている、はい、結成した同社は世界一の部活になることを目指すと意気込んでいる、はい、ガリ部はガリガリ君発売25周年を記念して結成、はい、ガリガリ君のパッケージなどで入部を呼びかけたところ、入部希望者が殺到、うん、半年程度で5万人に達し、今も部員数は増えている。はい、何どういうことよ、何すんの、うん、気持ちだけでも大会系がガリ部の基本理念、不定期で送られてくるメールには、うん、新商品が発売されたぞ、お前ら絶対食え、あ、いわゆるファンクラブみたいなこと。ファンクラブなの、ね、あ、いわゆるっていうか、そうだ、ファンクラブだ。ファンクラブに7万人。ファンクラブって、だから何をするんだっけ、なんかそういう、新しい情報イベントとかそういうのを教えてくれるの。そうそうそう、うん。イベントがあるんだ、ガリブに。そういうのね。うん、出るのね。すごいね。ファンクラブな。よく昔、はい、人力車、他のホリプロとかナビプロとかもあり、芸人がいて、はいはいはい、みんなファンクラブがあって、人力車だけなかったんだよね。なかった。今もないのかな、はい、ファンクラブっていうのは。ないと思うよ。ないない。ホリプロとかみんなファンクラブがあって、ね、ファンクラブって芸能人っぽくてあれだなと思って、いいななんて思ってたけどね。ファンクラブはね。実際さ、はい、俺らのさ、はい、ファンクラブを作ったとするじゃん。はい、今、はい。リアルにさ、うん、会員何人なんだろうね。いやー。100いくと ?100 は。100無理か。全国にでしょ、うん、ほんまー。それネットで募集すんの、ホームページで。まあ、ホームページとかでじゃない、あと事務所の。いいともには出れんの、それ。告知。出れる。いいともの告知も出れる。いいとも告知行けば、まあ、100は絶対行くとは思うけどね。ファンクラブの大体特典っていうのはさ、うん、大体その入ってた人の情報によると、大体その、チケットを早く取れるとかさ。ああ、ね、はいはいはい。あの、ライブやるときのチケットの情報がこう早い、うん、チケットの、あれか、うん、優先予約か。はい。うん。とか、月に1回グッズが送られてくるとかね。アイドルの。ああ、欲しいね。アイドルのあれに入ってた人そうだったよ。うん、なんか下敷きとか送ってきたりとか。欲しい欲しい。うん。だそういう充実感、充実、はい、した内容だったらファンクラブ結構集まるのかね。ああ、多分そういうグッズとかをあげるんだったら、入りたいでしょ、そりゃ。あれ、年間費払うんでしょ、でも多分、ファンクラブって。年間費払う。年間でいいのか。わからん、月謝月会費、月会費、年間費かな。年会費、どっちもあるか。どれぐらいなの、アイドル。年で。大体でも、その、ほら、送るこっちのさ、冊子っていうの、うん、そういうのの費用も考えて、グッズとかも考えたら、やっぱ毎月3000欲しいよね。わ、暁ぐらいとかいくらぐらいま、あれ、払うんだろうね。ファンクラブ？うん。暁とか、ああいうの。おぎやぎファンクラブだったら毎月3000円の年間3万6000円か。いや、繰り上げで4万だな。うん、4万は高いな。年間4万円で。4万円？うん。うん。4万円で。何する？まあライブをね、今あんまやってないからだけど、ライブやるときは、優先予約ね。優先、まあ、そんな優先予約するほどなんか、別に、買えるでしょって、普通に。あと、テレビね。テレビ？テレビ、こんなテレビ出ますよっていう、スケジュールね。それ別に、だってホームページで多分みんなわかんじゃないの？じゃああとね、あと、おぎやはぎの、はい、ファンでしょ？毎日の、写真。写真？そういうブログ的な感じで？あ、そう、ブログ。その会員にしか見れないんでしょ？多分ブログも。あの、会員には毎月一回表冊子が送られてくるの。うん。俺らが発行した。あ、めんどくせえな、なんかそれ。毎月あんのそれ。そう、そこに。表冊子？うん。そう、今ブログ見ないって言うけど、ああいうような、この、うん、俺らのエッセイとかが。うわ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 。書いてあって、で、写真とかもちょいっぱい載ってんの。写真はね、まあ、載せた方が楽だしね、写真は。そう。うん、写真載って、俺らのエッセイみたいなの書いてあって。はい、あとね、エッセイいいね。さあ。あとなんだろうな。何が普通なんだろうな。どういうんだろうな。あと、ま、グッズだよね。毎月なんか商品を考えて送んなきゃいけないんだよ。そういう、例えば、メガネケースとかさ。はい、高くつくな、メガネケースは。メガネ拭きでいいわ。メガネ拭きね。うん。毎回メガネ拭きをさ、はい、デザイン変えて送ったりとか。でもそれはでも年間4万でしょ？ 4 万。100人は絶対入るでしょ。じゃあ400万。400万も入るのそれで。
そうだよ。400万。ほんで、まあ、そういう、うん、何、サッシなんて安いだろ、うん、で、メガネのクリーナーも、まあ、大量生産で300円ぐらい作るとしてさ。うん、はい。して、まあだから経費が1000円で収めたら、うん、2000万かっから、うん、毎月1人。はい。200万は月。200万はいけんの？うん。いいね。うん。いいな、ファンクラブ。まああと、ファン感謝イベントね。あ、う、あ、んうん。ファンの中から、はい、ミス、おぎはぎのファンを選んで。ああ、楽しそう。そう。で、選べるわけ。みんな思い思い、さ、写真、写メとかで、はいはいはい。送ってきて、俺らがミス選んで、うん、そうすると俺らとデートができる。ああ、すげえいいじゃん、俺ら。だって、これが上から行っちゃっていいんでしょファンって。うん、多分いいと思うよ。ファンクラブ作る側って、俺らこれがアイドル気分で接しちゃっていいんでしょいいんじゃないの、ね、みんなそうしてるしちゃって。ね。上からでしょ、みんな。うん。うん、あと、やっぱ年に一回あれがあるよ。旅行、うん、香港。香港マカオの。ああ、いいね。香港マカオの旅。それはもちろんあれよ、ファンの方が、一人、やっぱ、7万円とか出して、参加してもらうんだよ。ああ、7万でね。ちゃんと旅行費、それは。旅行費ね。プラス何万かなんかあるの、それって。旅行が、もう旅行費の単純金額が7万なの？もう7万円だよ、旅行費が。うん、参加できる、はいはい、金額がね、うん。で、俺らと一緒に行けて。うん。なんで、はい、俺らと一緒に、うん香港でヤムチャを食うわけ。はい。ね、うん、みんなで、うん。まあ、そうね。12時から、昼の12時から2時までの間かな。ヤムチャね。ヤムチャの時間は。はい、2時間ぐらい、まあ、ゆっくり食べて。で、そっから自由になって、はい、やっぱ夜、うん、またこの8時から10時も、うんはい、また夕飯の時も一緒にいて、うん1日目終了でしょ。ライブしなくていいの？ライブはしない。夜なんか、そういう。みんなでカラオケ大会。ディナーショーみたいなのはいらないのね。いらない、いらない。カラオケぐらいでいいのね。カラオケ大会。はいはいはい。うん、熱唱すればいいんだ、ちょっと。そうそう。はいはい。でも本当はその、うん、コムツアーもだいたい4万ぐらいで行けるから、うん。一人3万ぐらいも儲かる。やっぱそれあんだ、やっぱ。上乗せしてたんだ、7万は。上乗せしてる。あ、くどいね、まあでもいいのかな、ファン、ファンだったら。そう、うん。それだから何人だよね。で、今の計算で言ったら人数集まるほど、儲かっちゃうから。まあ、100には無理か。だから俺どうしてもその、なんて言うんだろう。韓国で負けて150万取り返さなきゃいけないから。そっからしてたのね。そう、だからファンクラブでその150万くらい取り返したいんだよね。でも100人は無理だと思うよ、俺多分。無理だよな。月4万、年間4万は払わねえよ。確かにね、年間4万円払うファンを100人って大変なことだと思うよ。大変だよ。うん、例えばジャニーズっていうのはさ、うん年間費どれぐらいなのか、これリスナーでさ、うん、ファンになったことがある人、うん、ファンクラブとか入ったことある人、はい、ちょっと教えてほしいね。教えてほしいね。相場それを参考にしたいもんね、こっちも。うん、それ知ってる人いたらちょっと送ってください。うん、はい。ね。うん、そうだね。ジャニーズはジャニーズって一区切りなのかな。いや、多分スマップとか、カトゥーンとか。分かれてるのかな。あるんじゃない、ファンクラブあるんじゃない。高そうだなぁ。高いし、だってあそこは入ってる人が有利だからね、やっぱチケット取れないから。まあね。コンサートの。一番いいとこだよ、ね。絶対入るでしょ、うん。あ、モームスとか入ってる人いないの、この中にね。モームスはね、結構。そうだよ、結構。ファンクラブ多いよね。周りにいるよね、芸人でも入ってたっていう人。いたいた。うん。なるほどね。ね。はい。じゃあ続いてラジオネーム、ブルーチーズからの情報。はい。モバイル時代の新社会現象。うん。はい。携帯電話などの端末機器を対応する利用者の中には、機器が振動していないのに振動していると錯覚する人が増えており、お社会現象として取り上げられるようになった。これわかる？わかるよ、俺そうだよ。てか俺人が言うよく、なってるよとか。そうそう、俺もすごい指摘するの。これ何これ？うん。腰につけてあると錯覚して、携帯電話のクリップに手を伸ばして取り外そうとしたり、うん。微動だにしない携帯電話の振動を感じるという現象は、うん、専門家たちによって、ファントムリンク現象、うん、またはファントム振動、うん、あ、ファントムリング効果、うん、って言った俺。ファントムリング効果、うん、またはファントム振動、はい、と呼ばれたりしている。ファントムね。これわかる、うん。俺自分でもあるし、車乗ってて、お尻のポケットに俺の携帯薄いから入ってたりするってことなんだけど、うん、ブルブルっていつも震えたと思って見てみると何もなかったりする。うん、あれこういうことだったんだね。こういうのあったんだね。俺ほんとしょっちゅうある。振動、うん。特に俺あれ、いつもあれだからさ、うん、バイブ、うん、だから特に。わかる、俺もいつもバイブだから。だからもう、人のも、なって、勝手に、あれなってるよってすごい言っちゃう。振動に敏感になってるよね。なってる、なってる。振動
ほんのね、だ振動なってないのに振動に敏感だったでしょ。だからわかる、これすげえわかる、これやばいんだ、これもう新社会現象なんだ。これはもうそういう症候群的なやつになってんじゃないの。なってんだ。こういう風に取り上げられるとなんか怖くなってくんな。うん、今でも確かに携帯電話はもう本当に手放せないもんな。まあね、ああいうとやっぱ困るもんな。困るよこれねえ。携帯がやっぱり一番困るよね今でしょ。今なくなったら困るもん。何、いやもうだから携帯だってより上ある。え、より上全然ない。携帯の場合はだって仕事にすごい差し掛かるじゃねえや、引っかかるよね、仕事っていうか。今までだ携帯のない時代に仕事してた人考えられないもん。でも別に俺らなんか入り時間を、ね、聞くは、分かればいいだけでしょ。でもまあ変わったりとかするでしょ、急遽。いやでも、それはあれだよ、留守電遅れたりとか聞けるようにしておけばいいんでしょ。まあね、留守電にしてたんでしょ、うん、留守電あれ考えられないんだよな。留守電外から聞いてたわけじゃん。うん。だから、俺らの仕事は大丈夫だよ。どっちかって言ったら、スタッフが困ると思うけど、スタッフは、ロケとか出た時に、なんかこういろいろ携帯でさやってるよね。でも次のロケ現場とのあのね、ちょっと巻いてる押してるで、だっと段取り変えるでしょ。だからあれは携帯がないと困ると思うけど、俺らのタレントっていう仕事は意外になくても大丈夫なんじゃない。あ、だって入り時間が決まってるわけで行って、まあね、その遅刻とかはそういう時ぐらいかなとか、なんかいろんな緊急の時にはすごい重要だけど、まあ、プライベートでないのは嫌なだけで、仕事的にはあんまり必要ないんじゃない。仕事？うん。まあ、マネージャーが持っていいわけだからな。そう。マネージャー持ってないとやばいよ。まあ、でも、携帯以上のものが、今なくなったら困るものね。これ、ないともう不安なものか。ないと不安なもの。カバンの中に。まあ、でも俺今やっぱクレジットカードは、それはね。まあでもそれ現金に近いからそれはちょっと違うか。お金っつっちゃったら話は違うもんね。免許もね。携帯電話以外にか。携帯以外にそんなになくなったら困るものがないね。あんまね。うん。ない。ない。電化製品。ない。ないか。でもこれは一種のそういう病気じゃないけどもなんか、あれなんだね。そういうあれになってんだね、症候群的なものに。電話ってすごいよ、ほんと。なるほど、うん、そうですか、ということで、はい、こんな感じのニュースあったらぜひ送ってください、うん、郵便番号、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、おぎやぎのメガネビー奇襲館2番手ニュースの係。メールアドレスはメガネアットマーク TBS.CO.JP です。ワンツースリーフォーワンツースリフォベロがスリフォ長いスリフォワンツーやっぱ長いスリフォ、俺ならできる、俺ならできる、俺なら、俺なら、俺ならならならのスーポンチ。さあ今日募集したメールがね、はい、来てますね。ああ、はいはい、来てますね。ちょっとじゃあここからね紹介しましょうか、はい、ラジオネームももが食べたいさんからですね、森山良子さんのファンクラブは入会費、1000円、年会費2000円です。八木さん何考えてんですか。カジノですってどうかしちゃったんですか。何これ安いね、そんな安いの。安いな。良子さんのファンクラブに入ってる人がいたんだ。年会2000円だよね。もう一枚来てますよ。ラジオネームコッペパンさん、おぎやぎの二人こんばんは。こんばんは。ちょっと年間4万円って何ですか。え、今調べてみたらスマップで入会費1000円、年間4000円らしいですよ。ちなみに私はファンクラブ作ってくれたら参加したいです。そんな安いの。あ、ここにも来てますね。ラジオネームゆみたんさんね、おぎやぎのお二人こんばんは。こんばんは。私は TOKIO と直太郎のファンクラブに入っていますが、両方年会費が4000円で、チケット前売りがあります、なので年間4万円なんてありえません。
ペンネーム匿名さん、モーニング娘。のファンクラブはハロプロとして松浦彩や後藤真希、阿部夏実を一つのファンクラブとして扱ってますよ、うん、会費は6300円で、年4回の広報誌とチケット役の権利があります。それなんのね。なるほど。ラジオネーム、カツラダンスさん。うん、おぎやぎさん、ファンクラブを金儲けの道具にしてはいけませんよ。足は稲川淳二さんのファンクラブに入ってます。年会費は4000円。開放は半年に一度です。あ、半年に一度しかないの。いや、こっちは毎月だから。そうだ、毎月エッセイとか写真とかやってるからね。やってるから金かかるんだよ。それにほら、グッズも上げてるわけでしょ。それは確かに、それは4000では無理ですよ。いや、高級だから入ってることが逆にかっこいいみたいな風にするよ。うん、ね。あの、やっぱスポーツクラブだって安いところだけど、高いところが意外にも、そうだよ。入ったりするんだから、うん。かっこいいよね、そっちの方が。ね。うん。わかるわ。高級志向で行こうよ。俺らのファンクラブは。そうよ。カードもゴールドみたいなさ、プラチナみたいな黒っぽいのにしてさ、いいよね、そういう方が。そう、本当に選ばれた人しか入れないみたいな感じにして。すごい、審査も厳しくて。あ、審査厳しい。そうがいいんだよ。かっこいいんだよ。ね、普通入れない、なんか取られた方が。ね。うん。いや、やっぱ年、ね、4万だね。ね、4万だよ。入会金10万だな。入会金が。まぁちょっと高級ね、スポーツクラブみたいな感じで、ね。そうそう、年会、ね、入会金10万の、はい、年4万。はいはいはい。それはいいよ。で、審査がある。審査ね。俺らが気に入った人しか入れない。うん。それじゃ落ちるんだね。こう、あれがの、質疑応答。質疑応答？うん。ああ、いいね。みたいなのとか、まあ、面接する時間なかった場合は、こう、質問を書いて、はいはいはい、それにこう、いい答えじゃないと。気が合う。価値観の一緒の人しか入れないみたいな。いいね。そうだったらもうね、うん、入ってる方がステータスみたいになれるわけでしょ。そうそうそう。そういう風にしちゃうと、うん、その14万が逆に、まあ、いい、かっこよ、かっこよくなるんだよ。それ払ってるっていう。はいはい、うん、そうすると、すげえ儲かるんだよ。はい。ラジオネーム、グレープ兄さん。はい。おぎやぎさん、こんばんは。こんばんは。あの、あれね、今日の募集したメールね。はい。3人。3人ね。うん。はいはい。同じ系統3人。はい。若月千夏が好きな人は、はい。鈴木紗理奈。もしくはヘキサゴンの木下ゆきなが好きだと思います。ああ、確かに鈴木紗理奈と同じ路線なのか、一応。やっぱね、ヤンキー路線でありますよ。ちょっとね。うん、若月、紗理奈、木下。うん、はい。でじられる感じだよね。そうね。ちょっとね。ちょっと、なんすかっていう、その、なんすかって女が言っちゃう感じ。そう言っちゃうやつね。うん、はいはい。あ、これは、正解です。正解だね。うん。これ正解です。はい、これだから本当、若月好きはそうだろうね。本当はそうじゃないといけないんだよ、やっぱ若月好きは。まあね、さっきのはちょっと違うんだよ、ね。違うんだね。長さ。まあ、あと若月好きでね、ラジオネームペリエ。小木垣さん、こんばんは、はい。若月千夏が好きなら、やっぱ木下ゆきな、うん、あと、アビルユ。おー、そうかそうか。わかるね。あー、はいはい。そうだね、まあ、この系統もわかったわ。うん。うん、はい、ちょっと変わりだね、はい。ラジオでもダッチワイフ中島。はい。沖縄さん、こんばんは。こんばんは。僕の思う三人。宮里藍。女子バレーの高橋みゆき。女子レスリング、浜口京子。あー、でも宮崎。はい、と、浜、高橋みゆきどんなんだろう。それがちょっとわかんねえんだよなぁ。浜口。結構がっしりしてんだ。あ、浜口かな。確かに宮里入って選ぶ人なんかありそうだわ。レスリングだったら伊調、伊調姉妹かな。伊調。ほかにほかに。伊調と宮里？うん、が似てる気がするんだけどな。いやー、そう。浜口じゃないの。いや、ちょっと違うよな。ここもちょっと高橋みゆきがよくわかんないからな、はい。ラジオネーム、酒缶以下役。はい、仲間由紀が好きな人は、はい、結城苗、松下由紀が好きだと思います。美貌と演技力を兼ね備えた女優タイプ。いやいやいや、仲間由紀は違うよ。もう完全にだから、仲間由紀と全く違うな。二人とも違ったな今。難しいね。仲間由紀が好きな人は。どういう女優なんだろうな。どういう女優、まあ青春派。いや。いわゆる、あの、中身受けって言ったら、チャンツィでしょ。チャンツィ。チャンツィ。あー、はい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 。うん、香港のね。うん、チャンツィ、ね。中身受け、チャンツィ。コウジ君の奥さん？小沢凛？小沢凛違うでしょ。小沢凛違うよ、ね。よく言い過ぎでしょ。
仲間由紀恵は、仲間由紀恵もさ、やっぱあれなんじゃないの、ね、長沢系じゃないの、長沢系か伊藤美咲系、どっちだ、どっち、伊藤美咲系も近くない、違う、仲間由紀恵ってさ、あれなんだろう、なんだろう、難しいとこだね。普通の、わかった、仲間由紀恵、美人だよね。わかった、上田さんが大好きだから、うん、クリームシューの、はい、仲間由紀恵のこと。うん、だから、あの人が、可愛いっていう人思い浮かべんだ。あの、そっからなんか言ってる？可愛いって。上田さん？ああ、仲間由紀恵大好きだな。うん。ああ、上田さんのことよく知らなかった、俺。上田さんのことよく知らないから分かんないわ。うん。うん。岡村さんも大好きだからね、仲間由紀恵ね。そうか。うん。やっぱあの、清純派なのかな？清純派の正統派で、うん。まあ、よくいるその美人だよね。あ、分かった、上田さんが言ってたの。うん、クリームなんとか出てきた韓国のさ、偽女優いたでしょ。ね、はいはいはい、あれのこと超好きじゃん。超好きだね。あの偽女優。あれね。あれ日本人だったんだよね。そう。で、名前がね、フェなんとかやね。あ、フェリスの逆なんだよ。そうだ。フェリー。リーフェスか。リーフェス。そう、フェリス女学院ね。女学校だから、リーフェスかなんかだけど。あ、じゃあ仲間由紀恵とリーフェスか。リーフェス。仲間由紀恵難しいわ。うん。ラジオネーム、シェルティ、初めてメールします。僕が思う同じ系統タレントは、柴咲コウ、水川あさみ、はい、栗山千明。ああ、ちょっときつい感じか。柴咲コウした中島美香とか。中島美香行く？なんか、系統似てるような。いや、多分ね、この、こいつ、あのね、顔の系統というよりは、うん、これの好きなタイプっていうのはね、その人の醸し出す雰囲気だと思うんだよ。うん、ね、だってほらさっきのヤンキーだったら顔は似てないじゃん。わ、はい、かるわかる。だから、柴咲コウの醸し出す空気っていうのがあるわけよ。うん。この空気。うん。柴咲コウ俺ね、意外にね、あっちだと思うよ。なんとかミキ。何だ長谷ミキ。長谷ミキ。長谷ミキとかだと思うよ、俺。柴崎公、中谷美紀、麻生久美子じゃない？麻生久美子は違う。麻生久美子は違うでしょ。麻生久美子ね。いやー、それだけは違うし、やっぱ。あ、そう？中谷美紀はわかる気がすんの。まあ、確かに醸し出して同じような感じするよね。あー、ね、中谷美紀、柴崎公。もう一人だね、もう一人そこの。でも、栗山千明違う気するんだよな。あと、水川あさみも。誰だろうなぁ。違う、麻生久美子。違うなぁ。麻生久美子って言ったらあれだろ？ん？女版、小田切城だろ？やっぱり。まあ、小田切城？だって、小田切城の女って言ったら。小田切城の女？考えてもないもんな、女版小田切城のこと、俺。いや、いわゆる、あ、ちょっとまあ。どっちかで、あ、違う。女は浅野たまらないかな。浅野たまらないはまだあるよ。浅野だな。うん。そこはまだしっくりくる。女版浅野たまらぬが麻生久美子だろ。うん。と、小田切城の女版誰だよ。誰だろうなぁ。ああいう感じでしょ。ああいう。土屋アンナね。あれも浅野たまらぬじゃない？土屋アンナはね。浅野たまらぬがなんかっぽい気もするよ。いや。土屋アンナはね、ちょっと違うよ。男で言ったらね、もっと悪いやつ。悪いやつのイメージがある、これ。悪いやつだよ。あー、土屋アンナ男で言ってた。男ね、男で、土屋アンナ。あの、感じね、ちょっと悪い。あー、なんかね、もうちょっと。松田龍平どうじゃない？同じ、確かに、まあ同じ、必ず同じ映画出てそうな二人だね、それね。なんかこう。うん。龍平ね、松田龍平確かに。ちょっとこの柴崎コウ、中谷美紀と来て、あ、そこに入ってもいいぐらいで、俺、土屋アンナ、俺。ちょ、ここ仲間は？仲間？仲間入んないよ、絶対に。わかった、柴崎コウ、中谷美紀、松雪泰子。これ来たんじゃない？ええ、どうなんだい？さあ、どうなんだい？え？確かにね。これ松雪泰子の正解でしょ。あー、確かに。松雪泰子、そうだね。うん。正解！よしよし。正解もらった。ああ、そうだね。そう。確かに、それはそうかもな。いいね。続き。まあ、ちょっとまだまだ来てるんですが。はい。コーナー行きましょう。はい。ふざくんなのコーナー。
ドラマ女性は終わりましたが、はい、このコーナーは続いていきます。はい、というわけで、ふざくんなの後に続くセリフを送ってもらうコーナー、早速やっていきたいと思います。はい、最初のメール、ラジオネーム、酒缶以下略。うん、ふざくんな、お前の彼女の名前が、ゆうかやからって、どうやっちゅうねん。お前の彼女の名前がゆうかやからって、どうやっちゅうねん。うん。うん、ね、はい。これ、まあどういうことかと言いますと、はい、おそらくですよ。うん、ね、友達と一緒にですね、うん、テレビ見てたんです、うん。はい。テレビは何を見てたかと言いますと、はい、志村けんの大丈夫だっつーです。ね、はい、水さんね、見ていたら、うん、まあ、ゆうか出てますよね。はい、ゆうか出てきて、うん、志村けんとコント始めるわけですよ。はい、したら、その途端、はい、急に恥ずかしそうな顔になって、うん、その友達が、はい、なんか見てらんないわぁ。そう言い始めますね。はいはいはい、なんでって聞くと、なかなか理由聞かないから、しつこく聞くと、実はさ、俺の彼女、ゆうかって名前だから、なんで恥ずかしいんだよね。って言ったから、もう、間髪入れず、お前の彼女の名前、ゆうかやからって、どないきれん。いますよね。そういうのありますよね。あるある。勝手に恥ずかしがるパターンね。そういうのありますよ。はい。さあ、続きまして、ラジオネーム、スターフルーツ。ふざけんな！ここは田舎やない！泊まるなら、よそ行きちや！うん、どういうことだろうね。ここは田舎やない。はい。泊まるならよそ行きちや。行きちや。うん。おそらくですよ。はい。まあ、三鷹ぐらいですか？うん。三鷹ぐらいに住んでる人のとこに、はい。まあ、芸能人が来たんですね。はい。ロケで。はい。まあ、その芸能人とは、まあ大体うん、ベルディの武田ぐらいの人です。元ベルディの武田ぐらいの人ね。まあ。うん。もしくはクワマンさんぐらいの。クワマンさん。感じの人が訪ねてきて、はい、突然ね、はい、泊まらせてくださいって言ってきたので、はっ、って言ったら、うん、田舎に泊まろうって番組ご存知ですかって言われたので、思わず出たフレーズ。はい。わかりますね。うん、わかるわかる。まあ、三鷹って言ったら、まあ、新宿から30分ぐらいですから、急行で。そうですね。ここは、三鷹田舎ではないですよね。はい。次、ラジオネーム、ヒゲマニア。うん。ふざけんな！これは見せてもいいやつや！わかりますけど、どこなんだろうな。これはね、おそらくですよ。はい、学生が、うん、まあ、自分のノートにね、まあ、いろいろ書くじゃないですか。はい、そこにオリジナル漫画、書いたんですね。はい、ね、まあ、エロ漫画ですね。はい、女の裸を書いてたんです。はい、さあ、その日先生がいきなり、ノート提出を求めて、ふざくんな、ほら、まあ、俺、病み上がりでふざくんなやったら喉に来ちゃってんの。あれ、すごいもんね、あのふざくんな。これふざくんな、ちょっと待ってね。確かに。わかりますか？うん。その先生がいきなりノートテストを求めて、はい。それしかノートがなかったから、はい。それ提出したの。はい。で、後日、うん、先生がノートを返す際に、うん、クラスのみんなの前でノートを広げ、うん、はい。お前らの中でと。うん。こんなバカな漫画を描いた人がいます。と言ったので、はい、その生徒が、うん、みんなの前で見せることねえだろう、うん、と怒鳴ったのに対して、うん、先生が言った一言です。はい、こうですね、うん。みんなの前で見せることねえだろうって言ったら先生が言ったんですね。この言葉は。はい。ふざくんな。これは見せてもいいやつ。先生が言うと思わない。先生が言っちゃってるんですね。逆だったなぁ。知らなかった。はい。続いて、ペンネーム大輔。はい。ふざけんな！ M とはいえ客やぞ！それわかります？うわ、わかりますよ。そういうお店行ったんでしょ？そうです、そうです。で、M だっつってんのに。そうです。だけど。M とはいえ客やぞと。うん、すごかったですね。大体わかりますね。うん、なんとおそらくですよ。うん、
だ近いです、小木さん。今、はい、店行くとこまでいいです。はい、ただ、うん、ちょっと違うとこあります。うん、なんだろう。いいですか、はい、まあ、いわゆる女王様のいる店に。行ってね。ド M の男が行きましたね。はい、で、店に入りました、はい。で、お目当ての女王様を指名しましたが、はい、先客がいましてね。うん。で、店の人が、40分くらいお待ちいただいてもよろしいですかっていうので、うん、まあまあ、人気があるし待つことにしたわけ。はい、で、40分経っても1時間経っても、全然声がかかんないわけ。うん、で、店員もしょうがない、もう、まだですか、うん、って聞くと、店員が、うん、うるせえなっていう顔をしたので、思わず出たんです。なるほど、そっちだよね。そっち、こっち M だけど、別にお前に対して、店員にそういう態度されるつもりはねえと。プレイ入ってからだと。俺 M だからっていくら回してもいいのかと。なるほど。そういうことです。待たせてもいいと思っちゃうよね、店員もね。そうですよ。M だとね。そうですよ。うん、そういうことなんですね。はい、続きまして、はい、ラジオネームデーモンハットリ、ふざけんな！じゃあ口からはみ出してるそれは何や？これも分かんないでしょ。まあなんかでも、なんか隠したでしょ、口の中。あ、食べてないって言っちゃってて。でも出ちゃってる。よく昔、はいはいはい、よく言われてたよ、まあまあ、俺も。そうですよね。なんだそれ出てんのは。はいはい、口の中ついてるぞとか。そうです、そうです。でもそういうことじゃないかなって思うよ、今。ね、ショートケーキ食べてね。うん、そうそうそう、食べてる。食べてないやつにクリームがついてるとか。そうそうそう。ね。はい。そういうのありますよね。うん、ただ、これも一回違いますよ。おぉ、違う。まあ、おそらくですよ。おそらくでしょ。違うって言いますけど。最近全くセックスしてない奥さんが。ねえ、ちょっと久しぶりにどうって誘ってきたんだけど、うん、疲れてるから、はい、断って寝ちゃったわけ。うん、ね、うん、寝てると、なんかこう、下半身の方でちょっと変な感じがしたから、はい、目が覚めたの。うん、したら、妻が、うん、明らかにフェラーをしてたの。明らかに。明らかに。だから、何してんだよ。俺疲れてんだよ。って言ったら、妻が、うん私何にもしない。私何にもしないよ。ってとぼけたから、まあ、ね、とぼけたの。だけどその、とぼけた妻の口元には、うん、明らかにチンゲが、明らかにチンゲが出てて思わず出たフレーズです。じゃあ口からはみ出してるそれはないんやと。かわいそうだな。基本的にその、フェラまでしてて何にもしてないっていうのね、うん、嘘つく妻もおかしいけど、まあ、面白いね、うん、それもおかしいんだけどね、はい、じゃあラスト、はい、ラジオネーム本名 OK 横山啓太、うん、ふざけんな、あんたはこれをうんこじゃないって言ったけどやっぱりうんこじゃないか。どういうことだろう。これは難しいですよ。うんこじゃないってよく言ったな。だからその状況よくわからないな。これかなりね、うん、想像力が必要になってきますよね。うん、なんだろう。なかなかね、うんこじゃないって言うけど、うんこじゃないかなんて言っときないから。ないよね、うん。そんな状況難しいな。これはおそらくですよ。はい。AV 撮影用スタジオでバイトをしていた二人。ね、うん、バイトをしていた二人ですね、うん。はい。その日、うん、撮影が終わって片付けをしています。はい。うん、そうすると、コロッケが置いてありました。コロッケね、うん。はい。で、食べようかどうか迷うわけですよ。うん、コロッケがあるから。はい。うん。ああ、でもそういえば今日の AV 撮影は、うん、スカドロだったなぁ。うん。まさかうんこコロッケってことは、え？まさかこのコロッケうんこなんじゃないよって二人ですげえ盛り上がっちゃったわけよ。うん。で、まあ一人が、まあ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 ね、まあそんなお前そんなわけねえだろうと。うん、まあね、うん、思うわ、それ。そんなことはないでしょ、いかんなんでも。っていうので、食べてみると、正真正銘バッチリ、うんこのコロッケだったので、思わず出ちゃったフレーズです。わあ、出るな、そのフレーズは、あんた、あんたはこれをうんこじゃないって言ったろ。やっぱりうんこじゃないか。言うね、それは。その状況は絶対言うな。はい。ということですね。はい。はい。ということで、ふざぐんな。うん。と、女帝が言った。あと、うん。なんかを言ってですね。うん。まあ、何ですか、ふざぐんなの後を。後のね。ね。はい。一言。うん。
どんどん送ってください。はい、アドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です。ああ、秋の風を感じるよ。ねえ、ママ。ママ、秋の風感じないの？ねえ、ママ、感じてよ。秋の風を感じてよ。さあ、はい、同じさんに、うん、はい、オーギーがお母さんだったんだ。なんかなってんね、あれ、そうですよね、あれ。ねえ、いろんなの撮ってんだね。すごいね、すごいね、撮ってますね。ちょっとね、仲間由紀恵解決ですね。仲間由紀恵、うん、出た解決。ラジオネームグレープ兄さん、うん、おぎやぎさんこんばんは。はい、仲間由紀恵が好きな人は、ああ、まあ、チャンツィ。うん、チャンツィ、ね。これはもう入ってますね。ああ、まあ、と、竹内優子ですね。ああ、そっかー。ここ解決でしょ。ああ、はい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 。おうおうおう、まあね、なあ、まあ、そうか。はい、竹内優子ね。うん、これ、小木さんにちょっと聞きたいんですけど、はい、小木さんが、これ共感できるかどうかで、あれなんですよね。はい、ラジオネーム大久保フリーコースターズ。はい、小木さん、皆さんこんばんは。こんばんは。僕は29歳ですが、はい、僕らの年代は、はい、西田ひかるを好きになり、うん、これ好きだよね、西田ひかるね。好きって。まあ、西田ひかる好きだったよね。うん、まあ、好きか、俺。いい？西田ひかるを好きになり、うん、同時ぐらいに宮沢りえ、最後に一色サインになると思いますと。あ、う、あ、ん。わかる？いやー、俺、一色サインは、そうだ。あ、そう、俺、一色サイン好きだよ。聞かなかった。矢作たちは好きだったよね。うん、一色サイン好きだな、俺。田中律子と一色サインだもんね。そのイメージがすげえあんだ、俺。絶対の田中、だそれ全然ジャンルが違うだろ、田中律子と一色サイン。まあ、そうだけど。うん。一色サインは違うんだよな。あとね、ラジオネーム大阪ベイブルース。はい。岡本夏樹、大原香織に、あと一人。はい。根本晴美。そうだね。それもあるね。あるね。根本晴美ね。うん、そうだね。あるね。あとまあ、うん、ラジオネームギザヤッチス、はい、この人好きならこの3人、この人も3人、はい、藤原紀香、はい、米倉涼子、はい、加納美香。加納美香は違うくないか、そこ。藤原、米倉はいいよね。そこまではすごいいいですよ。ここまでいいよね。うん、ここまでいいんだよな。そっからは、ね、藤原米倉はこの2台はすごいんだよ。ちゃんとした女優さんとかさ、あーっとね、出てきそうだな。藤原米倉、あの辺のパンとこうね。いい女ね。いい女、ね。いい女、フェロモンが出てる人ね。そうそうそう。うん。だよな、いい女のね、あのね、もう、そういうちょっとね。ここいない。ちょっと高びな、こう、役とかできそうな、この、ね。わかるわかる。いるはずだな。いない？出てこないな。藤原のりか。米倉涼子、これいそうだよね。まあ、まだ早いかもしれないけど、沢尻エリカとか。まあまあまあ。まあ、まだ、まだそのあれが出てきてないけどね、その。いない？いないか。だね、鳥越マリオ。鳥越マリオ、ね。違う。うん。いい女ね。鳥越マリオ、うん。ちなみに鳥越マリオはね、はい、ラジオネームイジリオブジョイというからすると、はい、鳥越マリオ、鈴木保奈美、仙道明穂。同じライン。ああ、仙道明穂ね。だと言ってますよ。ああ、はあ、はあ、うん。なるほど。うん。ああ、仙道明穂、その前なんだっけ。ん？鈴木保奈美。鈴木保奈美。ちょっと違う。なんかね、ちょっと違うか。うん。確かに、米倉、藤原は、二大巨頭だね。すごいよね。そこで言うと。もう、ちゃんとしたさ、ちゃんとしたっていうか。ここに誰が入ってくるんだろう。あー。ちょっとやっぱ、セクシーじゃなきゃいけないもんね。そうよ、セクシーね。こういう体型の人、同じような体型してるもんね。うん。そうなのよ。なんかね。そう。なんかやっぱ背が高くて、うん、なんかこう、スタイル良くて。スレンダーとかじゃないんだよね。そうそうそ う, そう。ちゃんとこう、ナイスバディなんだよね。そう。あの、藤子ちゃんの役ができそうな。できそうな人なんだよね。そうなんですよ。うわ、あと一人ちょっと。なんで出てこないんだよなぁ。出てこない。うん、ねじゃあちょっとこれ考えつつ、うん、はい。ひとまず行きましょう。インド講座の方に。はい。ね。うん。
これ久々ですね。インゴ？いや、先週やりましたよ。あ、やった、うん、じゃあ行きましょう。インゴ講座、うん、表面切って言いづらい言葉を別の言い方にするインゴ。このコーナーはリスナーの知ってるインゴとその使い方を募集します。それではまず最初のインゴ、ラジオネームミスター痛飯。一見すごいように見えるが、確信をつかれると成立していない行為のインゴ、うん、マクモニーグル。それでは使用例の方を聞きください。おい俺の筋肉、マクモニーグルの回、マクモニーグラないの回、どっちなんだい、マクモニーグル。おい俺の筋肉、マクモニーグルの回、マクモニーグラないの回、どっちなんだい、マクモニーグル。あ、うん、まあね、まあ小木さんですよね。そうですね、うん、これはね、うん、確信つかれるの弱いからね、小木は。そうなんですよね。小木はマクモニーグルですよね。まあそうだな、まあ、だこれ普通に使いたいときはニーグルぐらいですかね。ニーグルかな、うん、ニーグルで、どういうことって言われたときに初めて、いやマクモニーグルから来てんだよって言うぐらいかな。でも長いもんね、全部言い過ぎだもんね、うん、まあね、うん、ニーグルかな、ニーグル、うん、続いてラジオネームキャリーオン。母親が買い物などで家を開けた短いチャンスでするオナニーのインゴ。留守に。オナニー何でもいけんだよね。なんだよこれも。それでは使用例の方を聞きください。あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっと欲しい、もっともっともっと留守に。早い。早いね。ね、もっともっと留守に。留守にね。はい、これはあのお母さんに限らず結構結婚してるね、はい、あの人なんていうのは奥さんがちょっといない間にやったりしますってね。そうですね、うん、これはやっぱみんな留守にーなんでしょうね。留守に多いでしょ、うん、多いですよ留守に。シャワニーは、シャワニーは落ち着けないね。俺やだね、シャワニー出てくるか分かんないっていう、なんかやだ。ああ、ちょっとやっぱやだ、なんかなんかそういう時に限ってなんかこうシャンプーが切れたとかって、そうそう、パツキしちゃう可能性もあるじゃん。出てきそうだね。俺あんまり気にしながらすんの嫌なんだよね、うん、ああ。うん、あんまり。そう、留守に気にしなさにが好きなのよ。気にしそうだね、うん、気にしなさにだね。続きましてラジオネームガリガリ SP。 彼女にエッチを拒まれて寂しい気持ちでするオナニーの隠語。なぜに。なんでも今回、うん、ねえ、ディレクターが気合を入れてですねコーラスを入れたそうです。お、注目してお聞きください。いらねえよこれ。いらないねこれね。コーラス全然いらないよ。聞きづらいよもう。うん、わけわかんないもんね。ひどいな相変わらず。うん。ああ。なるほどね。なぜにはまあいい隠語ですけどね。なぜにいいですね。なんかいいですねこれは、うん。なぜってやっぱだかもんね。なかなかなぜってこれ出てこないけどね。うん。うん、でもよかったですよね。いいです。はい。さあ、インゴ講座、時間があれば必ずやっていきますので、はい、どんどん送ってください。うん、アドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です。アクション。アクション。あのね、正解出ましたね。出た？はいはい、あのやっぱりね。藤原紀香、米倉涼子、うもう一人っていうのだけでも来てます。ああ、ありがとうございます。欲しいとこついてきてる人はいっぱいいるんですよ。すごいよね、それも嫌だったんでね、早く答え出てほしかったな。例えばじゃあ、まあ、藤原紀香、米倉涼子、はい、井上和歌とか、あ、瀬戸朝香とか。はい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 、はい。まあ、常盤貴子なんてのもね。そうね、そうね、うん。なかなかいいですよ。はいはい、うん、まあ、惜しい。レースに巻き込む。ああ、そっか。そこね、はい。山田優、まぁ、あ、ちょっと違う。ああ、ちょっと違う。ああ、ね。次。正解。うん。正解。はい。は、ラジオネーム T。うん。から来ました。はい。藤原紀香。うん。米倉涼子。うん。
黒谷友香。俺ここ正解だと思うんだよね。まあそうね。でこっちの正解もあるの。篠原涼子違う。もうさっきそれ思ったんだけどちょっと違うんだよね。ちょっと違う。もしこれを篠原涼子正解としないで黒谷友香もうんってなっちゃう場合、うん、俺これ黒谷友香はもうマジ正解だと思うんだけど、もしうんってなった場合はこっちに逃げるしかないの、はい、もう、はい、ラジオネームうんこ、うん、シフト、うん、藤原紀香、米倉涼子、うん、キャサリン・ゼタ・ジョーンズこっち行くしかないんだよ。ああ、うん、キャメロン・ディアスじゃない。まあそれ、それ言うと。キャメロンですね。それだったらキャメロンでしょ。キャメロンです。よく比較されるじゃん、藤原紀香と。そうだ。日米のね。そうだ。あ、キャメロンです。よかった。黒谷かキャメロンです。はい、まあね。あとね、やっぱ結構いろんなジャンル来てますけどね。はい。なんかね、うん、男とかも来てますよ。はい。男。うん、ああ、よかったね、男ね。うん。まあ、ここはね、ラジオネームマーブルちゃん。はい、竹中直人好きは、タモリ松尾鈴木好きと。いやそうは限りませんよ。いやそうか。それはちょっと違うと思いますよ。竹中直人好きは、ね、なんだろうなぁ。まあ、松尾鈴木。難しいとこだけどなぁ。直人さんね、ちょっとこれ難しい、微妙だね。はい。じゃここは、ラジオネーム堀尾。はい。おぎやぎの二人。はい、スタッフの皆さんこんばんは、はい、僕が思う3人は、はい、中山秀ちゃん、森脇健児さん、山田雅人さんですはいはい、はい、ちなみに僕が一番好きな女性は鶴田真由さんです。お確かにこの3人の方はさ、うん、前今はなんかそんなイメージないけど、うん、系統が似てたよね。似てるね、うん、ねえ、そうそう似てたよね。今気づいた俺。言われてみればそうだ、うん、はい。じゃあ、こちらちょっとね、紹介しますね。うん、ラジオネーム、メルアゴさん。うん。うん、ヤギさん、来週はスペシャルウィークですよ。お大事なスペシャルウィークで歌う、もしも歌を歌った時、柴田恭平さんになったら大変です。はい。そこで、さだまさしさんの、北の国から、ならどうですか、あれなら、しか歌わないので大丈夫だと思いますよ。だから、心配してくれるのはありがたいけど。まあ、これ大事だと思うな、確かに。全然また真逆じゃない。だから、うん、まあ出てこないね、これは。でしょ、うん、もう大丈夫でしょ。行くぜなん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 アクション優しいなん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 だかだか切り替えたじゃん。完全切り替えてるもん。行くぜって言ってんだもん。なんでだろう、徐々に変わるんじゃないんだもん。行くぜだもん、最初は。おかしいな、なんでだろう。北の国から行けない。大丈夫だと思ったんだけど ね。いやそうなんですよ。はい、その言葉通り来週はスペシャルウィークです。はい。ね、うん。来週のスペシャルウィークは、山ちゃんことアンタッチャブル山崎を迎えまして、ね、まあね、ゲストをですね、はい、まあ生放送中に何人呼べるかっていうのはやりたいんですね。もうね。ただ山崎の、あの電話から逃げることはほぼ不可能とされてますので、いやだから1時から3時という普通だと考えられない時間帯ではあるんですが、うん、俺はかなりの確率でいろんな芸人を呼べるんじゃないかと、楽しみだなこれ。読んでおります。はい、ですから、2時間の間に何人来るのか皆さん、はい、楽しみにして、ね、待っててください。はい、ということで来週のスペシャルウィークはゲスト山ちゃんということで来週も楽しみに聞いてください。さよなら。